おはようございまーす。いや、なんで小町くんが来たかっていうと、流れ的にはなんかヨギママさんのね、ヨギママさんの相談を小町くんが受けてたんだよ。小町くんの枠でさん。で、相談を受けてて、私にも電話がかかってきたんだよ。それを取り上げてね、あの喧嘩みたいなやつをさん。それで、まあお互いにヨギママさんとは私は話してないんで、小町くんの枠で交互にかけてた感じよね。次はヨギママさん、次は私みたいな。で、その流れで、あれって、小町くんはひどんなちゃん、今日ほら、ひどんなちゃんの誕生日じゃん。ひどんなちゃんの誕生日だから、あの、ひどんなちゃんのね、今日誕生日会なんだけど、例えばほらもう、もちろんみんな誘われてんじゃん、周りの人たちはさ。なんか、なこましくんも誘われてんでしょつったら、えって。あ、そういえば LINE 来てたけど、みたいな。見てないっす、みたいな。ええー、みたいな。明日だよ、みたいな話になって。そしたら、今がな、ちょっと、行ってもいいっすかみたいな。ななちゃんち泊まってもいいみたいなさ。あ、泊まってもいいじゃない。遊びに行ってもいいみたいな。ええー、って、別にいいけど、本当に今から来んのって言ったら行きますみたいな。ふっかるすぎだよね。ねえ。そしたら、なんか、もうバババーって用意して新幹線乗ってきたんだよね。昨日の夕方の、4時過ぎぐらいかな。ん ?7 時ぐらいかな。4時か7時かみたいなさ。それで私が新横浜に迎えに行って、みたいな。7時ぐらいか。だから、あの、新幹線で1時間半ぐらいで着くからさ。名古屋から新横浜ってね。うん。そう、米欄もね、イケイケだったね。もう、モンジュリン食われてこいみたいなさ。行ってこいって、モンジュリンち行ってこいみたいなさ。で、小町くんもずーっとね、うちに来たい来たい言ってたから、もうそういう時じゃないと会えないじゃん。ぶっちゃけね、私たちって。いつもね、コラボしたいねとか、遊びたいねって言いながらさ、いつも流れるでしょ？だからいい機会かなと思ってさ。そうなの。それで昨日、なんか料理配信、お好み焼き作ったりとかさ、そんな感じ。12時ぐらいまでね、やって。じゃあ最初は12時前に寝ましょうって言ってたんだよ。明日も私あるし、猫町くんとかもね、今日忙しいかな、みたいな。ねえ。そしたらさ、なんかオカルト話で盛り上がっちゃってさ、小町くんとね。その12時前からオカルト話始まっちゃって。そう、ずーっと小町くんとさ、ペラペラね、月がどうのこうので。月には宇宙基地があるとかなんちゃらかんちゃらとか話しててさそうか。でもあれすごいよね。あれを1万人が聞いてるってすごいよね。あの時間にね、12時とか1時にオカルト話を1万人聞いてたからね。おーマジ。昼ご飯はね、私作れんだけど、朝ご飯はね、めっちゃだるいんだよね。もうパンとか食っとけみたいなさ。そう、パンも買ったんだけどね。あの、ひでママがさ、大好きなパリジェンドっていうお店で、小町くんと一緒に行ってね。亡くなったひでママがお好きだったんだよって言ったらさ、ちょうどね、マスターがいてさ、そのお店の店長が。おーって、ななちゃん久しぶりーみたいな。元気ですかーみたいなさ。もう名前とかも覚えてくれてんだよ。うん。あの、パン屋さんね。ななちゃんってちゃんと言ってくれんのよ。いや、それは嘘じゃない。本当で、なんでそんな嘘を話すんだよ。普通に私のこと知ってんの。YouTube とか見てくれてんだよ。まあ、生配信は多分見てないと思うけどね。うん。そうそう。ああ、じゃあ朝、パン食べようかなと思ってさ、そこのパン屋に入って、お買い物してね。うん。そうなのよ。昨日の配信でななちゃんって声かけて、私ね、新幹線の乗り場で待ってたらさ、小町くんをね、お迎えしたんだけど、新横浜の駅で。
なんか出てきたさ、女の子がじろじろ見てくんなと思ったな。あれって。へえみたいな。こんなとこでみたいなさ。あっちは新幹線が降りてきたのね、女の子が。私いつも見てますとか言って、大好きですみたいな。えってリスナーさんですかって。そう、ももとか言うかな。いや、私モスコじゃないですよって言ったの。いや、知ってますって。モンジョリさんとか言ってさ。いや、私今、広島から帰ってきたんですけど、みたいな。そうなんだ、みたいな。ありがとうね、みたいな感じで思ったんだけど。私も有名になったわ。っていう話。ね、そういう話。自慢話だから、こういうのはさ。でもね、最近ね、ほんとね、外一回出ると一回は声かけられるよね。どっかしら。なんかみんなね、やっぱ歳を重ねてくかさ、周りのおかまちゃんたちはさ、どんどんみんなね、おっさんか汚くなってくかな。ふじみちゃんとかはね、もう爆弾岩みたいな顔してるしさ、ひーちゃんはひーちゃんにブク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 太ってね、もう水風船みたいになるし。あ、リンクちゃんお茶まかりやと、センキュー。なんであっちだってゴリラって言うんだかな。そうだの？いいんだよ、私たちも。そうだろ、ふーちゃん、ひーちゃんね。ハート飛ぶぞってなんだよ。怒りやせんすよ、今さな。でもなんか寂しそうな顔はしてたけど、一緒に寝たそうな顔はしてた。多分寂しがり屋なんだろうね、小町くんはね。なんか言ってたもんね。彼女とかでも、エッチはしないで、一緒に寝るのが好きなんです、みたいな。なんかそういうタイプは、お友達とかも寝たいタイプだよね。寂しがり屋だから。なんかソフレじゃないけどさ。一人で寝るのが寂しいタイプみたいな。そう言いましたよね、一瞬ね。ベッドの中には入ってきたけど。で、ブナマヨちゃんみたいに私にキスをしようとすんだよ。でも私は断った。もう眠たくてイライラしてたから私。もう疲れてて、もうすぐ寝たかったから、もうやめてって言ってさ。そう。じゃあ私もう寝る前とかダメなんで、もうさ。寝るモードに入ってるかな？触られたりとかするとすごい嫌なの。もうやめてってあっち行ってみたいなさ。もう眠たいみたいな。そういう人いるでしょ？うん。何泊するの？そんなに長くいるの？小町子。え？じゃあ最初は泊まんないって言ってたんだよ。ちょっと遊びに行きたいって。最初ね、名古屋から来るときに、泊まりはしないですけど遊びに行きたいって言ってたんだよね。うん。で、私は別に泊まってもいいよって泊まればってさ、だってもう時間も遅かったし、なんだかんだね、お好み焼き作ったらもう10時とか11時ぐらいになってたかな。それで返すのもおかしいじゃん。なんか泊まってきなっつって泊まったんだけど、うん。警戒なんて多分してないと思うよ、小町くんは。全然。だって私と小町くんは何回も一緒に寝てるからね。今回が初めてのお泊まりじゃないかな。ね、普通にプレハブ小屋でね、一緒に寝たし、あと、池袋ね、バリアンで一緒に二人きり寝たしね。うん、そのラブホテルで。なんか今更そうのないんじゃない？別に。うん。それを何回言うんだから今質問されたからだよ。知らない人がいるから今話してんの。でしょ？
知らない人がいるからそう説明をしてるんだ、私何回も何回もさ。うん、今入ってきてね、何の話か分かんない人もいるじゃないの。小町くんと付き合ってください、無理。ごめんなさいですけど。うん。無理っすね。じゃあ、小町くんもなんかね、そういう目で見れないんだよね、私ね。本当に。なぜ？彼氏にするタイプじゃないってこと？じゃあ、みんなにも聞くけど、小町くん、彼氏にできる？中には小町くんのことを好きにね、本当に彼氏になってほしいっていうね、駒姫さんもいると思うけど。で、無理じゃないんだけど、やっぱりちょっとまだ子供かな、みたいな。言い方悪いけどね。ちょっと私から見ると、まだ、お子ちゃまだな、っていう感じ。まあ、ちゃんとしたところもあるけど、まだちょっとまだまだ子供かなってさ。そうそうそう、弟キャラみたいな感じかな、小町くんって。そういうのが好きなんね、年上の女もいると思うけど。岸岡は今日休みじゃない？わかんないけど。だってさ、私と小町くんっていくつ離れてると思う？私40でしょ、小町くんっていくつ？年齢。小町くんが今年でいくつ？25でしょ ?25、40-25 やってみなさい。15歳も離れてんだよ。やばくね？ 15 歳も離れてんの。やばいよね、15歳ね。そうしたら15年の月日ってすごいよ。i モードから iPhone ぐらいあるよ。そうじゃない？ i モード出始めと iPhone が出たぐらいの差があるわよ。ねえ、ガラケーからスマホぐらい。ねえ、MD ウォークマンからね、オンラインダウンロードぐらいまであるんだよ。すごくない？もう、i モードって何？ NTT ドコモが出した携帯でネットができる機能よ。情報サービスみたいなね。いや、親子だよね、本当にね。芸能人で言えば、そうだね、広末涼子から、今で言うとなんだ？人気な女優さんは。今人気の女優って何？今田美咲？だ、そうですよ、そうそう、橋本環奈とかそこら辺まで行っちゃうってことで15年あるとね。そうだよ。で、マクドナルドで言えば、じゃ、マックのハンバーグね。15年前は、ね、90円とかだったじゃん。100円とかさ。それが今、ね、値段違うでしょ？そんぐらいの差があるんだよ、小町くんとは。あ、60円か。60円が今100？ 200 円だっけ？今160円だっけ？大変よ。だから10年、15年のさ、月日っていうのはさ、ほんとよ。なかなか小町くんと付き合えるっていう質問に対してね、私は無理かなと。その15年を、じゃあ付き合った時にどう埋めるかっていうさ、もう基本的に話が合わないんだよ。でしょ？ 15 歳離れてる人と話が合わないんだから。そこを、ね、補填しなきゃいけないと。補完っていうかさ。そう、ジェネレーションギャップよ。だからもうそこら辺をこうね、合わせるのに疲れちゃうんだよね。もし付き合った時はね。まあ、オカルト話とかは別にね、いいんだけど、話し合うのはさ。いつきくんはだから別にそんな感じで見てないよ、私は。普通に面白い子だなと思って、絡みたいなと思って今度デートするんだけどね、来週。ニコ生のいつきくんは。
坂本九ってみんな知らない？上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにってね、泣きながら歩く一人ぼっちの夜ってね、ねえ、あの、米津さんだって撮れないんだけど、夢ならば、ウェッタル、ウェッタルでしょ、ウェッ、ビタルさん。あ、もう始まったの？始まってるよ。めっちゃ始まってる。なんか言ってよ。わかるでしょ、今一瞬から息止めけど。あ、うるさい、うるさい。声ゲケかわよ、もう。息止める必要ないでしょ。なんか楽しそうで、何をしたんだろう、今度。あ、おティッシュチャレンジだ。おティッシュをね、いかに早く、どっちが、ティッシュを出せるかみたいな。おティッシュチャレンジ。よーい、どんでね。まだかな？いきまーす。いきまーす。まだだね、全然まだだね。あ、いたいた。ちょ、待って。この後だね。タン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 タタ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 ンタ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 タタせーの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 あい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 よっしゃうるせえなこれ結構面白いの楽しいねこれなかなかね、取るの大変なんで、ごめん。手が痛くなっちゃったね。手痛くなんで、ごめん。小町くんと今度やろっか。あ、希少くんともやった、ごめん。でもこれが初めてなのかな。養分くん見てみる。養分くん、あの人は最初は今みたいな。これ大丈夫なの録画かな。あ、セレク。なんかやばそうじゃない？なんか大丈夫かな。え、音声が出ない。音声ないね。バーガー一個くれ。ハンバーガー。ハンバーガーくれお前ら。全然来てないぜ。おいお前ら。全然やってると思わない。何しとメガホン。え、みんな聞こえてる？この流れってるの。私には聞こえてないの。そうバク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 。はい、って。私は聞こえてないの。やっぱバックよりモズが好き。Thank you。若いね、二人ね。やっぱフワッチとこの感じの。もう朝から声。養分先生も若いっしょ。この時可愛くない？心のハートに、この時。ハート !Thank you! この時でガチで私好きだったんで、養分なんか。ガチ恋だったの。リスナーに愛されて困る。好きで好きでしょうがなかったの。騙されてるわよ。こっちに来なさい、あんたたち。そんなにお金あるなら、こっちに来なさい。女の子この動画つまんないけど。あんたは奈々ちゃんの枠でブロックするわ。あと誰見たい？これが最初っていうかって最初の頃でね。あと誰見たい？絡んだ人。コマイくん見てみる？これ。え、みたいなもんだね。あー。ねえ。かっこいい人でロワンも。はい。自分だけのほとんど喋んないです。いや、寂しがり屋なんだよ、寂しがり。一人じゃ生きていけないのよねだよね若いね、ゼロワンくんね。ナナちゃんも入るんですか？ナナちゃんは配信終わってから足、うん、仕事行く前に入る。あ、そうなんです。でも全然違うでしょ、雰囲気。敬語だし、いつも夕方ぐらいしか入んないんだよ。あ、なんですか。朝とかは入んない。今違うでしょ？ね
今違うしょ、モラハラゲーみたいなないでしょ。もう、あと誰見たい？あ、軍曹とかの最初見る？軍曹がまだツイキャス来たぐらいの時。だからこれ、小峠と軍曹っていうのもあるよ。ほら、これレアよね。はい、すごい背も高くて。あねえ、イケメンだしね。俺もレアよ。公認ボディガードだよね。ダサい服とか。今日競馬行くんですか。今日競馬行く。ああ、運送も若いしよ。そうだよ。面白そうだよ。で、養分のこれ見ててもらって。謝んない。別に、いや、言われるのは別にだけど。もうベコベコじゃ受けるっしょ、これ。いや、猫とかじゃない。猫とも。そんなこと言ってねえっすよ、みたいなさ。まあでも、好き嫌いあるからね、見てもらって。さっき言ってたこと、面と向かって言ってあげればいい。小さいっしょ、だって。何て言ったっけ？身長150センチだもんね。あーでもシミケンに似てるかも、こん時ね。あと誰みたい？あ、たくみくんの初登場シーンとかあるよ。あ、ゼロワンくんとあやこちゃんとかあるよ。ね、ななちゃんの嫌さな顔。トップが。顔。トップが。うん。危ないよ、あんた。みんな若いね。みんな若くない？みんな若いよね。じゃあこれだってもう5年前？何年前だ？ 4 年前だ。気持ち悪い。まあその前から酔っ払ってたからね、ベロンベロン。私が来る前から。あやこちゃんも若いわ。もう1200人来てんだけど、1200人。うんこついてるよ。誰？なんでうんこついてんの？どういうこと？うんこついてたね。やばくない？金前さんはね、なかなかないよ。金前さんで調べてみる。金前さんデートしたやつだよね。新鮮かもしんないね。そんなことない。ラブホテルに一瞬泊まったんだよ。みんな知ってるでしょ、天才って。ラブホテル配信をしたんだよ、ね、みんな知ってるでしょ、僕のこと、天才って、うん、元気でしょ。な、誰だよ、じゃない、金梅さんだよ。固めになっててね、ベロベロに酔っ払ってたんだよ、この時。またもう17年目。17年か17年じゃない、7年目。私も若いわ、なんやすて。今でも1000フランカでしょ。オワコンって言われ続けて、ずっとトップを走る続けて。すごいよ、若い若い。あと誰？誰みたい？この後で多分ね、ラブホテルに入ってるね。あ、いいね。すごい口説かれて、酔っ払ってね、チューとかされて。じゃあ、キンちゃん枠あげてよ。そうだよ、そしたらみんな見に来るじゃん。もうちゃんの枠じゃないんだよ。闇はね、レアだよ。なかなか出てこないよ、闇は。これ3年前ぐらいかな、機長くんと一緒に闇んちに行ったやつだよ。ポンとね、うん、ポンと前のお家だよね。なんかおしゃれな皿ないのかな、なんかダイソーみたいな皿。おしゃれな皿なんて求めちゃダメよ。ダメ？なんかヤミンチだもんね。庶民派だから。カビじゃないね、ヤミーだ、ね。結構大事だよね。どうよ。ここでさ、闇クリニックを3人でやったんだよね。とつまちをして、3人で闇クリニック特別編をやったんだよ。そう。海老蔵さんはね、多分ね、いないんじゃない？この写真。なんなの、これ。甘くない？この写真。写真だけだね。あ、な、これじゃないこれ。ああ。いっぱい入れといた方が。ボトル？ん？ボトルなんて。ボトルキャップチャレンジ。
あ、ボトルキャップチャレンジってさ、めっちゃ流行っててね。TikTok かなんかで、それをやろうみたいな。キックをしてなんかやるみたいなやつだよね。せーの。いたあ、できた成功あ、これいいんじゃない通話したやつとかあるね。朝、突然かけた出てくれたやつね。もう、放送がね、プツ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 切れちゃうんですよ。はい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 。それなんで、それってあのネット回線ちなみに何使ってんすか？ネット回線バッファローの無線を飛ばしてる感じですね。はい、え、バッファロー無線っすか？フレッツ光をバッファローで飛ばしてる。わかった。なんか回線がうちが悪くなっちゃって、ネットのね。それで、なんかぐだぐだやってて、これこれさんと話したんだよ。詳しいみたいな。ネットのことを聞いてんだよね。それで、渡部くんが、この時、出てきたんじゃなかったっけ？渡部くんになんかいろいろ教わったんじゃなかったっけな？パソコンのこととか。違うっけ？あ、違う。あ、この一個しかないんだけどね。王との戦いで、王で出てくるとも言う？コレコレさん、王。王様の王。おうさま。ひどすぎなんだけど。王との戦いみたいな。じゃあ、あの、イベントでね、イベントで、コレコレさんと競い合ってたんだよ、これね。じゃん、かかって来い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 。かかって来い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 。負けてもいいよ。私は出るよ。CM 出ちゃうから。ぶっ飛んでたね、コンビニね。バカちゃん。おかしくなってたね。ニートのおじさん、ニートのおじさんに。ヤッホー、ヤッホーとか言ってね。お茶ばくヤッホーって。ニートのおじさん、ヤッホーってね。そう、ニートのおじさん、ヤッホー、ヤッホーって煽ってたんだ、私。この新宿でね、青壁のとこであったりとかね、ももなっちゃう。4キロやってたからね。4キロやってたから意外とももちゃんの体重ね、かわいいね。この時でも太ってたよね、もももなちゃんね。身長が痩せたよね、やっぱね。びっくり、私と30キロぐらい違う。ドラ猫先生、友達をなくして昇進気味なの今、小町くん。なんかね、昨日初めてね、あの失恋の話を聞いたんだよね、私。神奈川の女ってやつ、みんな知ってる？神奈川のリスナーさんで、好きな子がいたんだって、リスナーさんでね、小町くん。恋をしてたんだけど、相手が、彼氏がいるみたいな。ただ、そのね、鶴見の女は、小町くんにね、もう、関係とかね、長年付き合ってんだけど、別れるみたいな話をしてたんだっけ。そうそう、もういいや、みたいなさ。でも、小町くんは、そんなことはやめてね。普通に仲良くしたらどう？みたいなアドバイスをしてたんだって。その女性に対してね、リスナーさんに。で、その後に、その女の人に暴露をされたんだって、そういうやりとりとか全部。それが鶴見の女なんだって。神奈川の女っていうかね。そう、昨日本人が喋ってたんだよ。配信で。でもさ、女もかなり悪いよね。そう、彼氏いながら若い男にちょっかい出して、好きって気持ちを利用してさらに暴露するっていうさ、結構悪い女だよね。ねえ、なんか小町くんはなんか遊ばれた感じよね。で、その日は、なんか3件ぐらい暴露されたって言ってたよね。ガシマンも暴露されて、神奈川も暴露されて、もう一人暴露されたって言ってたかな。そう、ガシマンの女と、神奈川の女と、神戸の女だっけ。白い服の女なの、それ。あ、栃木か、栃木の女か。
群馬が栃木の女って言ってたよね。それが私のリスナーだったんだって。奈々ちゃんリスナーで、みたいな。やばいよね。小町くんはなんか純粋だから騙されやすいんじゃない？そういうの。そう、ピュアな心を逆手にとってね、その暴露してやろうとか多いんじゃないの？うん。私もイチャイチャ配信したいな、久しぶりに。小町くんはでもなんかそんな感じになんないんだよね。なんか、多分、機長くんとだったらなるね。もう、追っ始まっちゃうと思う。なんかね、機長くんはセクシーなんだよね。こう、エロいの。あ、だから、りょうたちょくんは全くない。なんか、小町くんみたいな感じよ。りょうたは、普通に何も変な気になんないね。山ちゃんは、今お友達みたいな感じかな。昔好きだったけどね、山ちゃんのことガチでね。そう。ガチで好きだったけど、ダッスもなんか弟的な感じかな。確か見た小前くんとかそこら辺もさ。もうほとんどなんか弟目線だよね。私がやっぱり40だからね、それも。ゼロワンくんはなんだろうな、関係性で言うと。弟でもないし、なんかライバルみたいな感じ。ライバル。バファリンくんに何もそういうこと思ったことないね。全く興味ない私。全く、もうエッチなことも考えたことないし、バファリンね。眼中にないって感じ。いや、あっちは私をイメージしてね、なんかこう、いやらしいこと考えてると思うけど、いつも髪とかその匂い噛んでくるからね。こうやって嗅いでくんで、バファリンって酔っ払うと、私の髪の毛をさ、こうやってさ、いい匂いだねってこうやって嗅ぐんだよ。匂いフェチなんじゃない、あの人。そうさ、もう誰はってもうさ、これ、キリがないよね。私のタイプをさ、もうさ、みんな把握して、もうそろそろ。わかるよね、もうね、散々見てればさ、私がどういう人がタイプなのかっていうのさ。だからね、イラストで描いてあげるよ。痩せ型で、で髪はね、長髪は無理っすね。だこういう感じがいいね。こう、短めでね、こういう感じでね。こうちょっとツンツンヘアとか好きね、こういう感じが。こうちょっとツンツンしてて短めみたいなさ。で、鼻筋がね、キュッてなってる人が好きね、こういう。スンみたいな。で、唇は、薄い方が好きだね、こういう感じ。薄めのちっちゃめみたいな。で、目つき悪い人好きだね。こう目つきが悪い人。で、二重じゃなくて一重みたいな。で、ちょっと細型みたいなね。細めの感じ。こういう感じね。こういう感じがタイプかな。こういう感じ。
モーニングチェック。立ってないでしょ。立ってない。あ、おはようございます。おはよう。みんな待ってたよ、小町くんのこと。いや、奈々ちゃん、ん、おはよう。うん、すごい怯えてたけど大丈夫？いや、びっくりした。びっくりした。悪夢か。悪夢？悪夢かと思った。なんか暑いね、今日ここ部屋ね。ケツ毛はないっしょ。ケツ毛は。ケツ毛はないね。うん。あれ大丈夫、荷物とか。じゃあ全部、なんかさ、これさ、うん、冷房じゃなくない？なんか湿っぽくない？うん。なんでこの湿っぽいの、この部屋。わからん。こまちこはね、汗かく。いや、俺ね、汗かくね、結構。寝汗かく。うん。湿気っぽいのか。俺の寝汗で湿気っぽくなっちゃう。すごいね、水っぽい部屋の中の湿気が多分すごいと思うよ。あ、でも 66% って書いてあるの。そうでもないね。もう帰る準備できた？うん。じゃあそのまま帰ってください。え？嘘でしょ。え？嘘でしょ。嘘じゃないよ、だってもう帰る準備してんじゃん、困って。いやいや、これ下に持ってくだけで。下に持ってくるね。布団このままで大丈夫。いいよ。ありがとう。小町くん、なんか、ね、寝起き可愛いわな。寝起き？ちょっとやりたくなっちゃった、落ち着いて。嘘でしょ。本当に。じゃあ朝の方がね、私ムラつぐなの。嘘でしょ。本当。朝の方がムラつぐ。朝の方がエッチなの。エッチなの。夜に。夜よりね。本当は下の方がなんかカラッとしてるっしょ。いいね。あ、そうだね、おはじょりになるんだもんね。おはじょり初めましてだよ、これ。珍しいよ、すごいよこれ。いや、おかしいよ、科学が。そっちえそっちにして、そっちを。こっちに座ろうかなってやつ。あ、奈々ちゃんと。そう。え、で普通に寝れた。あ、寝た、大丈夫。一回起きてさ、うん、奈々ちゃん放送してると思って、うん、ありがとね。何時ぐらいに起きたの？ 7 時半ぐらいかな。7時半一回起きて、うん、で起きた時にさ、ちょうど見た時にね、配信、うん、逆に聞くけど、小町くんと付き合えるみたいな話してて。そこ？コメント欄が全員無理、マジで無理みたいな。あ、そこで、そこを聞いてたの。ちょうどいいとこだね。目覚め悪みたいな。ちょうどいいタイミングだ。 そこかよみたいな。あれ、わざと誘導してるでしょ。うん。いやいや、おかしい。小町くんは取られちゃうと困るじゃん。あ、逆に？逆張り。逆張りか。そこで一回起きて、で、二度。小町くんかも、あ、いいね、起きの小町くん。そうでしょ。そこで二度寝しちゃったんだよ。昨日の夜見たより朝の小町くんの方がいいね。夜よりも。うん。奈々ちゃん逆に寝れた？私も爆睡。爆睡？一回も起きなかったね。え、でも奈々ちゃんのね、いびきみたいな聞こえんかったよ。あ、そう？うん。逆に聞こえんかった。じゃあ逆に疲れすぎていびきしなかったパターンかな。うん。もしかしたら。疲れすぎると逆にいびき出なかったりね。すごいね、朝。ん？毎日ね、こんな人いながらやってるんでしょ。何それ、すごくない？なんか悪口それ。何？いや緊張しない？緊張してきたんだけど、小町くんが。うん、いや、緊張する。緊張しないでしょ、小町くんなんか。緊張するよ。スターガン、すごいだろこれ。おかしいでしょこれ。
え、でも小町くんのコメント欄もブワーってなってて、もっと早いじゃん、いつも。いやいや、そんなことないよ。ね、荒れてるときはね。ん？結構荒れちゃうから。荒れてるときはね。そうそうそう。そう、今日美女いいんだよね。昨日はなんか、昨日は美女悪かったよね。あ、なんかね、お酒飲んだりしても、おかしくなっちゃう。で、なんか顔が引きつってても、昨日疲れてたんじゃない？疲れそう。移動とかで。新幹線も寝てたし。今日なんか可愛いすっきりしちゃって、こう待ち。そうでしょ。なんか可愛い。ナナちゃん可愛い。今日ガチでやっちゃう。やっちゃう。なんつうの？やりたくなっちゃった。どういうこと？じゃあ私、寝起きフェチっていうかね。うん。寝起きの男とかめっちゃムラムラすんだよ。おかしたいみたいな。あ、じゃあ添い寝したらやばいタイプだ。朝。朝？朝絶対始まる。始まる。うん、下です。こうやっていい？まあいいよ。一番くじいけなくなっちゃうよ、これ。一番くじ、大当たりみたいな。違う、A 賞じゃないから。A 賞見つけちゃった。A 賞じゃないから。でかい。だけど、重く感じないね。そりゃ頭重かったら嫌だよね。頭しか重心かかってないから。いや、まあ確かにね。こうなったと、こう乗ったら重いんじゃない？こう乗ったら。あ、ちょっと重いかも。痛い。ちょっと、それーって、それちょっと待って、奈々ちゃん。奈々ちゃん。何？お腹、またちょっと太った。太ったよ。5キロ太った。今すごかったもん。いや、この間、うさぎちゃんと会ったじゃん。うん。焼肉デート。うん。あの時から5キロ太った。え、あの時から？うん。もう1ヶ月ぐらいしか経ってないよ。そうね。うん。何があったの？この子。ストレス。ストレスやばかった。みんなに毎朝いじめられるからさ。え？そうでしょ？うん。それのストレスで。ああ。過食してんの。毎日。もうそれが積み重なって、体重も積み重なってる。あ、じゃあ悪口は増えていくよ、増えていくほど。体重増えていく。比例するんだ。奈々ちゃん、綺麗だよ、可愛いねってコメントで溢れれば、私、どんどん綺麗になるの。そういうこと？そう、言霊って大事じゃん。言われる。ね。ね。彼氏に。汚いなの。ん？彼氏に可愛いって言われたら、可愛くなるみたいな。そう、うん、それ。ほら、いっぱい可愛いよって。小町くん、私に言ってよ、可愛いって。可愛いよ。ほんと？可愛いよ。どんな風に、どこが？なんか、言って、可愛いとこ。3個。3個、うん、なんだろう、プニプニしてる。プニプニ。あとは、眉毛が長い。眉毛がない。ん？あ、まつげか。まつげが長い。パチパチ。そう、パチパチ。プニプニ、パチパチ。そう、あとは、うん、なんだろう、あれだね、ほくろとか。ちょっと、どういうこと？いやいやいや、そういう、エロい。ほくろって何？エロぼくろ。エロぼくろなんてないじゃん、あるの？あるあるある。口元だから。口元にほくろあったら、なんか峰富士子みたいな。それなんか、ほとんど悪口やで、それ。いや。じゃあ押してみんじゃん。押してみたらどうなの？やってみんじゃん。やっほーん。何これ？そういうスイッチなの？嘘でしょ？そういうスイッチよ。そういうスイッチなの？でも小町くんはさ、ほくろないよね、全然顔にね。だよね、俺ここにいっぱいあるんだよ。あ、なんか3つあるもん。そう。トライアングルで。俺、ここ、付き合ってきた人全員ここにほくろ。ほら。ね。あった。2つある。え、みんなも、ここにほくろある人めっちゃいると思う。ちょっと私も2個あるわ、同じ。あるでしょ、同じとこに。みんなここにあるんだよ。ほら、みんなある、ほら。ねえ。え、どういうこと？いや、だから本当に、結構ここにほくろある人多いんだよ。え、そうなの？うん。まあ、私もあるしね。うん。なんなんだ、なんでここに多くなんだろう。いや、わかんない。紫外線とかなのかな。適当だな。紫外線ここだけ当たってんの？そう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 、当たりやすいとかね。ここだけ弱いとか。ここみんなあるんだ。あるある。そう、ここが盛り上がってるからじゃない？うん。うん。逆にね。
で、小町くん結構、あれだよね。体意外とがっちりしてるよね。そう、野球やってたからね。うん。意外と、脱いだとこ見たことある？あるじゃん、バリアンで。あ、でもそれは、ここじゃん。あ、後ろ姿かなんとか見たもん。あ、そっか。うん。結構ある。筋肉はある。ベンチプレスとかやってたから。へえ、すごい。ちょっとこうやって、グッと。グッと。死者も？ちょっと奈々ちゃんやってみて。私？うん。おお。そんなないでしょ。あ、でも筋肉はないかもしれない。インナーマッスルかな。柔らかい筋肉でしょ、私。柔らかい。体柔らかそうだね。柔らかいじゃん。もう触らないんだよ、もう。え？エッチ。あん！びっくりした。何これ、今日の。今日は、ちょっとご飯。ご飯は何食べる？あ、これパリジェンヌさん。これ、こっち、奈々ちゃん。奈々ちゃん食える？飯。食べれるよ、全然。これと。でもね、このね、うん、この永遠のやつってあんま美味しくないのよね。このピカチュウとか、小町くんはなんだっけ？俺ドラえもんだね。あ、ドラちゃんね。うん。こういう感じ。こういうのってね、可愛いけど美味しくないよね。そうだ。うん。このゼリーとかさ。ソーセージも。こっちはじゃあ美味しい。これは結構ひでママ好きだった。あ、よかった。ソーセージ、なんか懐かしいパン屋さん味が。中にソーセージ。食べてみいいじゃん。じゃあちょっと最初飲む。もしやブラッドにしましょう。最初じゃあドラえもんで。いただきます。昔こういうパンいっぱいあったよね。アンパンマンとか。うん？普通にうまいよ。ほんと？あ、チョコ。うん。中チョコ。ええー、じゃあこのピカチュウは何が入ってんだろう。ピカチュウ。ピカチュウ。でもなんか、可愛いから食べるのもったいないよね。うん。めっちゃ。ここチョコレートだし。可愛い。あ、チョコレート。チョコレート。あ、美味しいじゃん。美味しいよね。うん。普通にうまいよ。こっちはね、なんかドラえもんの、この、口のところが、うん。メロンパンみたいな。あー、あの上のね、メロンパンの。そうそうそう。これさ、なんかチョコがふわふわしてるよね。うん。なんかムースみたいな。ムース系だね。うまい。美味しいね、これ、普通に。これも飲んでいい？どうぞ。いただきます。鼻から飲んで。鼻？うん。鼻から飲んでいいの？いいよ。なんか本当にやりそうだな。いいよ、やんなくて。いや、やめて。うん、ちょっとそんなゆっくり食べない、慌てないね。うん、で俺一気にね、口に詰めてたの食べたの。で、リスみたいな感じで。あー、いるね。リス系ね。毎回言われるんだよ。食べ方あんまり噛めないのかな。うん、あんま噛めないのかもしんない。でも食べ方は汚いなと思ったことないけどね。私の方が汚くない？奈々ちゃん、箸とかも一応汚い？箸は普通。箸は普通。うん、それなんね、全然ね。小町くんの箸の持ち方も？え、俺箸めっちゃ綺麗だよ。どういう感じ？上手ぞ。うん。で、これ、箸汚い人って、うん。これちょっと皆さんに言いたいんですけど。上じゃなくてってこと？そう。これね、両方で、うん。掴もうとするんだよ。箸が汚い人って。両方で。だからバッテンとかなったりとか、こうなったりする。うん。じゃなくて、上だけね。そう、こっちは支えるだけで、そう。上はこう。これ知らない人結構多いよね。そう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 。でも私、両方動いちゃうの、こう。あ、でも片方だっけ。そう、片方だけ。そうだね。うん。それ。あーええホッサンやめて。あ、これさ。ホッサン。うん。そういうのいらない。いや、そういうの。じゃあ、朝は朝でスイッチ入んのよ。あ、そういうね。じわわけわかんないけど。わかる。わかるわかる。わかる。
他枠とは違うんだよ、うん、え、なんかさ、トイレ行くときにさ、うん、おかしなモードになるんだよ、ちょっと離れるときに配信から。おかしなモード、うん、なんか俺発作出ちゃうんだよね、トイレ行く前に。あ、でもわざと声出したりとかする私。あ、ほんと？え、その配信外でも声出たりしない？ない。ない？信号待ってる。どんな風になるの？信号待ってる時とかに、あー！え、ない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 。ない。あ、じゃあもう配信脳だ。そうなの？癖がついちゃってね。普段はやんないってことでしょ？いや、普段やる。でも昔からずっと。やるんだ。ただのおかしな人じゃん。昔からそう。ただの変態やん。なんかこう止まってると、うん、あーってなる。それってね、パニックみたいな感じ？なんかは声を発したくなる。なんなんだろうね、たまにいるよね、チック。なんか抑えようと思えば思うほど、うん、そういうこと、なんか出ちゃう。それをちょっと私にやってみて。私に向かって。向かって、いつも通り、うん、あーみたいな。あ、これ急に急に。あ、だから、うざ、その、なんだろう、彼女とかに、うん、急にこう、抱きついたり、そうそう、そういうのとか。え、人にやるときもあるの？あ、なんか彼女とかに、そう、好き、なんか好きな人とかに、急に、こう、ガッと。怖っ。相手はちょっとビビるっしょ。なんなのみたいな。なに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 、うん、急にどうしたのみたいな。それなんか愛情表現なのかな。うん、なんか急に急になんか抱きつきたくなっちゃう。へえー、これあれだよ、ソーセージ。ソーセージ、これね、ひでママ好きだったのよ。いただきます。懐かしいわって言ってたもん。やっぱこの味昔思い出すわ。うん、うまっ。しかもソーセージが三角なんだけど、これ何これ。うん、あ、え、魚肉ソーセージかな。あ、しかもカレーなんで匂い。カレー、カレー。あ、ほんとだ、ほんのりカレーだ。うん、ほんのりカレーだよ。うまい。カレーとごめんなさい、うん、魚肉ソーセージが入ってんだね、中に。そうそうそう、うん、うまい。これなんでしょう、これは。これ私、ノーマル。これよくあるよね、パン屋でね。ツナコーン、あ、コーンマヨ。これなんかシンプルで好きなんだよね。必ずパン屋にあるやつ。うまい。まだ食べてないですけど。ちょっと待って。ちょっと待ってね。でもこれ多分チンした方が美味しいんだよね。オーブントースターで、そっちも。あ、チンする。温めるよ、こっちで。じゃあ一瞬ちょっと温めるか。ここ、ここ。ここでね。うん。ここなんか、なんか入ってるけど気にしないで。これ何？ちょっと待って。ちょっと。これは何？ちょっと待って。これね、アンパンマンポテトかな。アンパンマン、古いアンパンマンポテト。確かに目と口ある。そう、アンパンマンポテト。冷凍なやつある。これ直接いい？ここに端っこに乗せれば、端っこに乗せればここね、うん、ちょっと温めますと、うん、トースターでいいね、5分、うん、ちょっと待ってよ、これ、うん、アンパンマンポテト好きなんだよ。あれうまいよね、冷凍のやつ。美味しくない？マジ美味しい。昔あの、お母さんがよく、うん、あの弁当に入れてました。そう、ハッシュドポテトとかさ、うん、なんかケチャップとかもつけない。つけなくても美味しいよ。そう、あれのままでいい。で、さっき雑談してたらね、小町くんが体調悪くなるんじゃないかとか言ってたんだけど、ね、それはひどくない？なんで？なんかうち来た人みんな体調不良になるとか言うんだよ。いやでも俺でなったらマジで多分その呪いは本当だと思う、本当に。だから俺もほぼ風邪ひかないから。あ、そうなんだ。ほぼ風邪ひかない。配信始めて4年だけど、うん、風邪で休んだら1回しかない。あ、そうなの？そう。じゃ免疫が強いのかな。だから本当に免疫が強くて、コロナも1回もなったことないから。あ、そうなんだ、うん、だからもうこれで俺がなったら、うん、
もう本当に多分そういうことだと思う。藤沢の呪いみたいな。何それ。どうしよう、小町くん。明日、熱が。交通事故とかにあったらどうしよう。やばいな。死んだりしたらもう本当やばいね。死にはしないでしょ、さすがに。さすがにね。死にはしないだもん。体調不良とかになったら、だよ、スケマルくんとか。あ、次の日ね。あと、リョウタッチョくんが1週間。1週間休んだりとかさ。新ヤッチョさん捕まったり。捕まったり。養分さんが福島で殴られたり。殴られたりとかね。すごいよね。ここ最近だよ、これ。全部。機長くんは車をね、こそって、うちを出た瞬間で車がガリガリってやったし。だからこれは、奈々ちゃんのところでいっぱいいろんな人に知ってもらう代わりにの代償みたいな、ね、それ悪魔との契約みたいな。そう、縛りみたいな契約を済んだうちね。そうそうそう、入った瞬間にね。でもしょうがない。じゃあ代償なんだね。そうそうそう、それはもうしょうがない、うん、これってさ何分ぐらいやんだのパンって。これ多分ね、もういいと思うよ。5分ちょっとやりすぎだよね多分ね、うん、え、本当に。うん、トースターって何分ぐらいパン。ありがとう。暑いよ、ほんとに。暑いね。箸で食べた方がいいかも。箸で食べるか。ありがとう。マジ、サートル暑いよ。どう、いける？これめっちゃ暑いわ。いい？いらない？いける、いける。いく？うん。あ、大丈夫、大丈夫。暑いよ。サマーあげる。あ、あ、こ。あ、熱いわ。どう？めっちゃうまい。温めた方がいい。温めた方がいい。うん。うまっ。私もツナコーン。うん、うん、いつもより美味しい。やっぱチンした方がいいね。うん、サクサク。マチ君ってパンとご飯どっち派？俺ご飯。あ、ご飯好きなの。俺米大好き、昔から。北海道のお米って美味しいの？美味しいよ。あれ何だっけ、ゆめぴりか。ああ、あと何だっけ、ミルキークイーンだっけ。ミルキークイーン、なんかなかったっけ、北海道の。あったっけ、ゆめぴりかしか知らないな。あ、七つ星。あ、七つ星。うん。あやも北海道？あやも北海道。うまいよ。結構あれ高いやつあるよね、ブランド米。あるあるある。秋田小町は秋田。あ、一目惚れだ。一目惚れ、一目惚れだ。一目惚れ？うん。一目惚れも北海道。あと、新潟とかにもあるよね。あ、キララもある、キララ。あ、キララ、キララ。何使ってんの？ん？ななちゃん。私、うん、私はね、コシヒ、魚沼産のコシヒカリしか食べない。あー、それは新潟だ。うん。魚沼産。一目惚れは宮城だって。うん？あ、一目惚れ。もう、秋田小町。あ、なるほど、じゃあやめて。やめて。まだ俺出て、10分ぐらいしか経ってないから。そうね。うん。秋田小町って言わないで。まっ、でもなんか今お米もなんか品薄なんだよね。そうなの？うん。なんで？なんでだっけな。パンデミック、あれなんでだっけ。こっち買ってみ。なんか一部なくなってるってスーパーが、値段が上がってるかな。それあれだよ、顔拭くタオルだよ。嘘でしょ。まあでも手拭けるか。いいか。うんがね、結構。そう。あれ持ってきたけど、除菌タオル。それじゃなくて。うん。お手拭き。お手拭き。え、そっち買おうよ。だ、坊やはこっち使って。うん、ありがとう。こっち、あー、もう取るんだ。引っ張りすぎだ。うん。これさ、迷うよね、どこまで剥がしていいか問題。え、俺はね、剥がさない。剥がさないね。そう、ここの半分ぐらいにしとくの。そうそうそう。でもあのケースをね、使えばね、乾いちゃうから。そうそう。こうね。
いくよ。大体ここぐらいの位置が真ん中に、ここぐらいの。あおっきいけど割れないっしょ。割れないんだ。これ起きた人いるわ。ごめんなさい。いや、小町くんパソコン配信してるよね、最近。最近してる。カメラをさ、いいの使った方がいいね。うん、確かに。画質全然違うね。うん。これ、さ、すご、ソニーのガチカメラだ、これ。これ安いよ、15万ぐらいだよ。安くないやん。いや、カメラはさ、ピンキーなんで100万するカメラもあんだよ。画質をこだわると。そういうことか。やっぱな、ここ安心するね。安心する？ここいいね。話しやすい？うん。ここ一番いいわ。どう？奈々ちゃん座って。私？座ってるとこちょっと見たい。座ってるとこ見たい？うん。あ、後ろかな？そう。で、後ろからそのカメラで撮って、そっちで。今ひっくり返しの。え、奈々ちゃん。はい。あ、これでいいか。何でしょうか。こんな感じやってんの？そうだよ。すごい。もうってうるさいな、もう。ガチャガチャ言わないでって。あんたらさ、どうなってんの本当に。クソババアが。いい感じしてよ、本当に。なんで私何回も何回も言わせんのそうやって。ね、口が裂けちゃうよ。みたいな。いいね。そうだよ。すご。今ね、何やってんの、いつも言ってんじゃん、こうやって無料アイテム投げてって言ってんのに、なんで投げてくれないのね、あなたたちの義務じゃないの、投げてくださいよ、そうやって。ねえ、なんで私がやってっていうことをやんないんだろう、あなたたちは。みたいな。すごい。外から見るとおかしいね、確かに。うん、配信者っておかしいね。おかしい。だってここに向かって喋ってんだもんね、うん。あ、いいじゃないの、いいじゃないの。ありがとうございます、いいじゃないの。よくできました、すごいね。コメントこんな感じ見てんだね。うん。じゃあ、小町くんやってみる？じゃあ、もう座って、うん。じゃあ、私も、こうね。あ、ございます。今日は、奈々ちゃんの家に来てるんですけど、ね、もうちょっと正直、緊張してます。よかったら無料ポイントお願いします。わかんない。あんま話せないわ。わかんない。緊張して、何も話せないわ。うん。でもなんか少なくない？大丈夫？崎陽軒も食べる？それはお昼にしよっかな。あ、そう。じゃあまあ、じゃあ小町くんの今日のスケジュールをちょっと聞きたいの。どうすんの今日？いや、慣れちゃう。昼寝する？うん。そしたら、ね、どうしようかな。一緒に昼寝しろ。一緒に一緒のベッドで。いや、好きなようにして。小町くん全然いいよ、何でも。だから、15時から配信するから。うん。あ、そう、テレビがね。そうそうそう。かわいいね、小町くんね。小前くんと全然違うね。こう、かわいさが。いやいや、かわいいもんね、やっぱなんかね。だけど俺のこと小前って呼ぶじゃん。それはね、似てるから名前が、三文字が。やっぱこう、上手だよね。こうね、かわいがられるタイプだよね。いや、だけど、朝言ってたじゃん。うん。小町くんは弟みたい。うん。恋愛としては見れない。で、みんなに恋愛として見れるのって聞いたら、みんなもう無理って言ってたよ。誰一人いいっていう人いなかったよ。だ、それは逆だって。私の気持ちをみんなに伝えたくなかった。隠してんのみんな。小町くんのことは好きっていうことを隠して、逆に聞いて、ね。正直無理って。何が？俺のこと。そんなことないよ。そんなね。そんなことない。落ち込まないで、そういうことでさ。うん。小町くん好きな人いっぱいいるって。本当に？300人ぐらい。で、俺さ、高校の時、高校の時にさ、うん、振られた理由がさ、彼女にね、なんか男として見れない。友達。おならした？おならしてない。あ、ごめん、あいこするのよ。どういうこと？あ、ごめんね、話すの。また、うん、私。そう。あ、ごめんなさい。話しようって、もう一回最初からお願いします。いや、もう言っちゃった、全部。え？もう言っちゃった。高校の時の、高校付き合ってた彼女が？そう。もう男として見れない。
異性として見られないんだ。でもさ、それを言うってことはさ、どういう診断だ、女が嫌いってことかな。そうなのかな。なんか刺激がない、別れたいってことだよね。でさ、俺さ、奈々ちゃんにさ、一つ聞きたいのがあってさ、うん、なんでさ、その女性ってさ、その、なんだろう、クズな男の子が好きなの。いや、みんながみんなそうじゃない、一部の人だよ、それは。そうなの。なんか、クズな人の方はモテない、母性本能があるからじゃない。ああ、そういうことね。母性をくすぐられて、こう、お世話をしたりとかさ、やってあげたい精神が出んね、女ってね。あ、そういうこと。尽くしたいとかさ、愛の部分で。これ毎回俺言うんだけど、優しい男の方が損する、うん、どういうこと？優しい男の方が損する。そうじゃなくて、ちょっと尖って、うん、なんかこうチャラチャラしてる方がモテるんだよ、うん、いやこれマジで絶対そう。ちょっと遠いな、大丈夫。はい、あ、なんだっけ。ちょっと待って、本当に人の話聞かないね。うん、ごめんね。いやだから絶対裏腹な気持ちを隠さない、なんだっけ。全然違う、全然違う。全然違くて、うん、優しい男よりもちょっと尖った、うん、なんかこう、なんだろう、チャラチャラした男の方がモテない。じゃなくて、うん、自信があるかないかの話なんだよね。あ、そっち。男ってなんか自信がある男の方がいいよね。あー、チャラチャラじゃなくて、チャラチャラ系。だから俺はなんかどっちかというと、うん、そういうので相談される側。ああ、ああいう男がいてみたいな、本当に最低なんだよみたいなこと言って、うん、その1週間後とかにまたイチャイチャしてる。へえ。結局戻るんかいみたいなのがもうずっと。マジか、もっと自信持った方がいいよ。自信持った方がいい。いい男だ。本当？スターよ、だって。スターじゃないけどさ。マイケル・ジャクソンだよ。いや、マイケル・ジャクソンではないよ。配信会の。配信会の。あ、でもそれは新ヤッチョ君なんで、イメージは私。あ、新ヤッチョさん？マイケル・ジャクソンのイメージがダンスを踊る人。あ、確かに確かに。小町君は何だろうね。これな、何系だろう？配信会の。俺あの、ヒカキンって言われたことあるの。占い師。ヒカキンさん？そう、ヒカキン。ヒカキンと同じ星に生まれてるって。そうですね、占い師ヒカキンしか知らないんだよ、多分。そっち系。例え話でそれしか出てこなかったんだよ。そうそうそう。でも、小町くんのすごいとこってあれだよね。何？なんつうの？いつも楽しそうだよね。ああ、まあ確かに配信楽しい。配信楽しそう。うん。ニコニコしてるし。なんか。あんま怒んないしね。ああ。まあ。だってもう仕事とか全く続かなかったけど、配信だけは続いてるからね。うん、普通に楽しい。それはやっぱ転職じゃない？転職かもしれない。でも奈々ちゃんもずっとやってるよ。うん。私も転職だと思ってるの。奈々ちゃんも楽しいでしょ？楽しい。楽しいよね。これしかないもん。確かに。明日から働けって言われても無理だもん。多分、なんかお掃除おばちゃんとかになんでな。お掃除おばちゃん、コンビニ打ちとかさ。いや、想像できないよ。奈々ちゃんがコンビニ打ち。多分できないと思う。普通の仕事はもうオフィスワークとかね。いや、もう無理だよね。一生これでやっていくしかない。雇ってもらえないと思う。うん。うん。お店系ね。あ、で、奈々ちゃんやるんだとしたら。こういうの、こういうの、でででででとかやってる。工事の？工事の。ずずずずって安全第一って感じ。いや、もう想像できないよ。でもあれも肉体労働だからね。体力ないと倒れちゃうもんね。まあそうだね。大変な仕事だもんね。なんかだけど、将来なんかスナックとかやってそうだよね。奈々ちゃん。スナック系。でもああいう商売も大変だよ。確かに。お客さんがいるからね。お酒とかもあるしね。うん。一生は無理だけどね、配信で。そうね、いつかは。私も来年消えちゃうんだろうな。絶対消えないからって言いながら消えた人ってたくさんいるからね、ツイキャスとか特に。あれっていつの間にかいないわみたいな。へえ。いっぱいいるよ。去年まですごい人気だったのに今年いなくなっちゃった人とか。例えば。え？だからもう思い出せないぐらい。思い出せないぐらい消えたってこと。そうそうそう。あ、そういうこと。
え、奈良ちゃんもなんかもう消えようかなみたいな、あるなんで消えんの、そのトンズラみたいなさ。いや、なんかもう配信ちょっと一回何も言わず、いや、できるとこまでやりたい。あ、そうだよね。でも、なんか疲れやすくなってきたよね。それはね、楽しいんだけど疲れちゃって、うん、手抜きをするいやでもね、そういう日はあってもいいよね。そう、毎日なんかもう全力でやれなくなってきたよね。それ無理だからね、毎日。うん、適度にちょっと気を抜きたいとこもあるよね。うん、たまにとかでいいね、本気出すの。うん、そう、単純に頭の方が疲れるよね、配信って。いやでもそれってこんな疲れるわ、これ毎日これね、うん、こんだけいっぱい人見て話すって疲れない？俺脳みそが。いや俺ね、話すのはねずっとできるかもしれない。あ、そう。そう、話すことめっちゃ好き。配信終わったらってなんない？あ、それはなる。なるっしょ。うん、配信終わった瞬間にもうね、何もしたくなくなっちゃうんだよね。もう虚無感に。虚無感？うん、もう何もした、なんか、なんだろう、だるい。うん、だるいというか、若い子でもあんだね、それでね。うん、寂しくなるけどね、終わった瞬間。でも確かにここでみんな話聞いてくれるけど、ポッと押した瞬間に一人ぼっちになっちゃう。そうよ、さっと消えるね。わかる、寂しいよね。わかる、すっごい小町くんの言ってることすごいわかる。めちゃくちゃ寂しい。夜とか私ポロって自然に涙出てきちゃったじゃん。それはないから俺は寂しくてってこと。いや、何も意識しないのにポロポロポロって涙が出るとき。悲しくもないのに涙出てくるときあるのに、バーってね。それ病んでんの？病んでんのかな？それ多分自律神経とかちょっといっちゃってる、それ。でもリセットかもしんない。自分の体がリセットしてんのかもしんない。あ、涙で反応させて。それで泣いた後はすごいスッキリすんでるね。あ、じゃあそれならいいじゃんね。うん。結構限界、疲れの限界の時にポロポロポロって自然に涙が出てくるの。最近もあった。今も泣けるよ。え、ちょっと泣いてみて。うん、小町くん。なんで小町くんいなくなっちゃったの？いや、いなくなってないから。え、ガチガチ。泣いてきてる。小町くん、すごいいい人だったのに。ちょっと待って。最後に話したかったな。小町くんと。最後に話したかった。いや、全然出てないけど。じゃ出てるよ、ほら。ほら、どこ？ほら。じゃ、垂れてないんだけど。あ、垂れてない、垂れてない。くだらんな。なんなの、こんなの。泣けなかった。小町くん泣けない？俺？泣けるよ。小町くんも結構わざとらしいじゃん。泣くことはできない。泣くってあんまないか。あ、でも配信中ね、うん、結構家族系に弱いのよ。あ、エピソード？そう。家族との、うん、そういうエピソードとか、あと俺北海道帰ったり実家とか帰ったらすぐ泣いちゃう、うん、あ、お母さんのとこに会うと。そう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 、お母さん優しいよね。優しい。あ、ダメだ、私ももうほら涙出てきちゃった。ほんとだ。そう、私も弱いかも最近。でも奈々ちゃんも結構さ涙流すよね、配信中に。うん、俺一番あれだったの、そのポルポンくんがさ、うん、あのバンジー飛べなくて次の日飛んだ時にめっちゃ泣いてたじゃん。あれすごかったね。感動した。あれ一番ウケたけどね。だってね、うん、あんなビビリが、うん、ねえ飛べたんだもん。本当にすごかったよね。あのね、こんな足とかガタ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 震えながらさ、うん、本当に飛べないとみんな思ってたんだよ、うん、それ飛んだじゃん、うん、うわーやったーみたいな。あれはね、感動的だよね。そう、やっちょくんが一緒にいてね。あ、そうそうそう。あ、なんかバンジーになるとさ、うん、新やっちょさんってなんかこう好感度上がるよね。毎回なんかすごい頼もしいんだよね。そう、バンジーになるとやっちょパイセンで。そう、そういうポジションだよ。バンジー以外はみんな叩くんだけど、バンジーの時だけは、うん、やっちょ心強いなみたいな。やっちょくんが来てもね、みんな受け入れるしね、あの時はね。そう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 、普通に純粋にお祝いしに来てくれてるからね。まあそうだね、お誕生日の高くとか。あれ、小町くんって誕生日いつなの？誕生日12月。
12月なの ?12 月、12月。いつもなんかやってる？いや、去年は、だけどバンジーやってよ。ななちゃんと、同じとこで飛んだ。200メートル？そう。で、やったっけ？岐阜のところでね。あ、飛んだの？飛んだ飛んだ。だから、モグゴリ出て、その後、もう寝ないで行って。忙しい。岐阜まで行って。めっちゃ忙しいね。一人で飛んで。まだ、モモンガでしょ。あ、そう、モモンガ、赤いね。そう、あそこ行ったよ。いや、で、岐阜は怖いよね。うん、怖い。俺、茨城より全然怖かったもん。なぜ怖いかというと、この下も高いんだよね。そう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 。止まると、止まったとこから下があるんだよ、もう。そう。実質500、400メートルぐらいかな、あれ。うん。なんか、しかもなんか、景色も怖いんだよ。森がこうなってて。下が見えるからね。そうそうそう。めっちゃ怖い。今年は？マカオ。みんなで行くの？ジョリーズジュニアみたいな。でもさ、お金かかるかな？一人で行こうかなと思って。あそれか二人？カメラマン。うん。結構高いっしょ、マカオって。いや、多分。マカオってどこら辺にある？あれ。中国？ん？中国？あれどこなの？中国なのかな？マカオって。コマチク行く？え？ナナちゃんの？うん。怖いよ、俺。でも、海外配信とか慣れてるじゃん。もう慣れてるけど、俺さ、その、一番怖いなって思うのが、うん、ね、カメラをじゃあ任されるじゃん。うん、その瞬間にさ、なんか、急に配信落ちたりとかさ。それ、せいじくん。せいじくん手伝ってくれたんだよ。うん。バンジー飛ぶ瞬間撮ってくれたんだけど、オフラインになってたの。あ、じゃあ、バンジーって言って飛んだ瞬間にオフラインになったんだよ。え、そうなの？確かそうだよね、政治家。そんなことがあったんだ。めちゃくちゃ電波が悪くてね。あー。電波悪いとかしょうがないよ。そう。でもめっちゃね、政治家アングルが上手なのよ。あ、うまい。アングルマニアじゃん。そうだね。なんか、こだわりがすごいよね。こうで、こうで、そうで、とか。これ右こっちじゃない、こっちじゃない。曲がってんだとかってさ、こうやるしょ、政治家。そう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 。ちょっと角度がね、小町くんもうちょいな。もうちょいこっち来てここが中心だからとか言ってここ中心線だからここ中心線だすごいよねあの人ねすごいすごいさすがだよねプロだよねうんアングルが一番大事って言うじゃんそうそうそう取れなきゃ意味ないからとか言ってアングルが 70% って言ってるもんだうんあのさあのんか香川県だっけ行ったの徳島か徳島あ、こないな無限くんとそう、行った時もさ、うん、ね、あの時に、一回なんかラジオになったんだよ。奈々ちゃんが飛ぶ前に。何の話バンジーバンジーみたいな、なんか川に飛び込む前に。あー、はいはいはい。そうそうそう。一回ラジオになったんだよ。アクティビティのやつね。そうそうそう。ラフティングああいうのとかも怖くないラフティング面白いよ。面白いよね。あの川下り。あれなんか、水めっちゃかかってたよね。かかるけど、すごいよ、こう、もうジェットコースターみたいな。あれ、あれ怖いでしょ、だけど。あそこがね、一番ね、濁流なんだって、日本で。高低差が一番高いんだって。もう高いとこと低いとこの差が激しいとこなの。え、あれって、バーンって前とかに出ないの？人が。出ちゃうよ。出ちゃうよね、しっかり掴まないと。危なくない？なんかその、インストラクターとかもわざと落とそうとするんだよ。怖っでも川はそんなに深くないんだよあの救命具とかつけてるしさうん川ね、うん、全然大丈夫だよ確かに無限さんうまかった、うん、カメラワークの実況もうまかった無限くんずっと喋ってくれるから楽だよそうやなああだなこうだなそうだな奈々ちゃんこうだよなとかこうだろとか、なんちゃら今から抜きますってとか言ってた。ずっとこうね。しかも、結構さ、コメント読んでくれるよね。そう、コメントも読みながら喋りもすごいかな。そうそうそう。ずーっと喋ってるから。ななちゃんこう言われてるで、みたいな。そうそうそう。結構読むよね。すごいよ、無限くん。プロだわ。さすがだわ。プロ。あの人も。え、TikTok とかだよ。なんか、小町くんが TikToker に、なんか、焼き餅焼いてたって来たね、鳩が。あ、そうだね。TikTok。ほんとに。やっぱ、ツイキャスとしてってことそう。やっぱ、ツイキャス主のことを忘れないでほしいよね。もうほとんど絡んだからさ。まあまあ、確かにね。
まあ、たまに大体一巡しちゃったじゃん、まあ、ほぼね、うん、でたまにこういうのもさあ、小町くんとそうそうだって小町くんが嫌がるから俺嫌がってないよいつでもだただタイミングがねあんまり合わなかっただけでミヤニがついてるちょっとだけ取って取って、あ、ちょっと待って、何、痛い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 、これあれだった、痛い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 、ちょっとごめんごめん、ちょっとスースーする、ちょっとなんかティッシュだった、お水お水、本当に、うん、本当に痛い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 、本当にお水ないな、お水ない、ちょっとあっちで洗ってきた方がいいんだな、本当に、ちょっと洗うわ、本当に、うん、そんな痛い、なんかスースーする、あ、結構痛いねこれね、結構痛いね、ごめん、わざとなの、わざとわざとなの、わざとなの、わざとなのすいません、え、奈々ちゃん配信でさ、いやーみたいな、ちょっと小町くん顔が何、ちょっと待ってね、うん、ちょっとティッシュ、ティッシュのこれなんか顔がびっちゃびちゃね、拭いてあげるかも、ね、ちゃんと、うん、はい、オッケー、何配信で何配信でさ、ええー、みたいな、あれはわざと。何ウェイウェイって。そんなことしてないぞ、そんな。やってるよ。そんなバカっぽい。ウェイウェイみたいな。やんないよ、やってるよ。それ、ランマルさんじゃない、ダン、ダン、ダンってね。誰かと間違えてる。やってるよ、ウェイウェイみたいな。やってないよ、そんなないよね、ウェイウェイなんて。やってるよ、よくやってるよ、朝から。ランマルじゃないの、それ。朝からウェイウェイやってるよ。やるよね、意外とあれだよね、にわかだよね、いや俺全然にわかじゃないよ、そうなの、うん、結構見てるよ奈々ちゃんの配信は、私も小町くん見てるよ、嘘でしょ、ほんとほんとに、うん、でもいろんな配信者見てるよね、小町くんはねよく見る、うん、企画っていうかね、うん、で外は意外と私見ないかも、あ、家の方は見るんだ、家雑の方見てるかも、あー、奈々ちゃんも結局家の方がいいよね、なんか小町くんは長くない、家にいるの、いつ外出んのみたいさ長い、奈々ちゃんより引っ張るからね、引っ張るっしょ、そう待ってんだけどもう待ちきれなくてもうやめちゃう、見るのやめちゃうみたいなさ、ああなるほどね、だからテロップのことをなかなかやらないから、ああそう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 、うん、話題のなんとかとかさ、うん、うん、そうそうそう、あ、でもあの叱られるお店見たら面白かったね、あそこ行ってよ、ドエスのお店、あの態度の悪いお店ね、うん、あれ行ってほしいな、奈々ちゃんにね、私はブチギレる普通にあれネタだとしても多分乱闘騒ぎになると、いや本当に乱闘騒ぎになってしまう、あーとか言ってね、あーとかやるんでしょ、あ、そう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 、食えよとか言ってね、そういろんなこと言われちゃうよ、本当にデブとか言われるの、普通に言われる、俺だっておしぼりに、うん、童貞クソ野郎とか言って悪口やん、そう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 、でも人気だのあそこの店、いやめっちゃ人気だよ、予約とかなかなか取れないいやあれかな、オカマバーとかに行ってディスられるみたいな感じかな、いやもっともっと、もっともっと、それ何、男女関係なく、男女関係ない、私な、怖いな、なんて言われるんだもん、ほんとに、でも、いろんなこと言われると思うよ、そんなに後で謝ってくんの、あの店主も、ごめんね、そうそう、あの店の中ではそういうコンセプトでやってて、うん、店から出た後にすいませんでしたみたいな感じで、本日はありがとうございましたみたいな、そう、出た瞬間にね、その時殴っちゃうかも外でね、ごめんよっつってそれやったらね、もう事件になっちゃうね、完全にでもちょっと趣味入ってない、あの人、あー、確かに。あの男の人でしょ。うっぷん話だよね。あの人もすごいいい人なの。あー、そうなんだ。みんないい人。でも本当にいい人がそういう言葉とかで、とっさに出てくんのかな。あー、いや、どうなんだろう。二面性がある人なんだな。もう仕事に割り切ってんじゃない、あー、逆に。キャストでね。そう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 。そうなんだね。いろいろ炎上とかもしてるけどね。私を扱ってる、じゃあああいう店みたいなやつね。はい、こちら食えよクソ豚、何吸ってんだよ、禁煙だよ、はい、です
アイコス、おしゃぶりだけ吸っとけよ。おしゃぶり好き。おしゃぶり好き、うん、うせえよ。どちらかというとあなたがうるさいけど。うるさ、うん、じゃあ出ていけ。出てくよ、いいの。なんで止めるの。いや、いいからここに座れ。押しながら出してる店かな。じゃあ押しながら。じゃあもっと押してよ。出てけよ、じゃあ。もっと押してよ。じゃあ出てけ。あ、もっと押して、もっともっと。あ、痛い痛い、あ、痛い刺さった痛い。大丈夫、ごめん大丈夫。じゃあ小町くんじゃ扱い雑なんだよね。痛いんだよ小町くんのこういうやつ。あー、ごめんごめん。そう、それよく言われるわ。言われるっしょ。ここ、ね、そう、痛いんだよ。結構力強いんだよ今回。こういうそう、グッて握っちゃうの。酔っ払った時とかね、ガシガシしちゃうから、ね、ガシガシしちゃうからね。すぐもうなんか9時やんなくてよくね今思ったけど。いやでも、ね、まあ、待ってる人もいるんじゃない。なんかね、ここでやるカップル配信、そこイチャイチャ、うん、そう、たまには。え、俺とやったらバーになっちゃう。そんなにすごいな。そうだよ、イチャ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 やばいから。カラオケ今から行くの、朝からどんだけだよ。モーニングカラオケ。カラオケってさ、うん、結構さ一部だよね、好きなの。そうなのよ。そう、で本当に上手い人でも見なくなるからね。だからカラオケって言ってる人はみんな多分めっちゃ奈々ちゃんのこと好きなの。うん、うん、そう、何やってても見る人でしょ。そう俺待ってね。うん、じゃあこちらひでママのひでみの入れ歯ですね、遺品の。これ今清掃したんだよね、除菌を。うわ、結構ひでママさんだな。懐かしい。これ上下、これ上下どっち。これはね、上かな。上だ。ちょっと行きます、ズボッと。で、ちょっとね、歌を歌うっていうね、うん、儀式がね。二人じゃないって、喋らなきゃな。ちょっと、うん、合う、うん、合う、やば。結構似合うね、うん、いいまんまとか言われてでも結構小町くんイケてるよ。ほんと、もうイケてる、イケてるもん。結構ね、結構似合うんじゃないこれ。どう、あれちょっとね、しっくりしてきたね。ひでママの味するっしょ。うん、思い出してくるっしょ、じわっと。あ、うん、ちょっとね、はい、もうそのまま大丈夫だよ。汚い。何出したの。あ、ゲロゲロ。いやもう体が反応したんじゃないの。そう、汚な、なんかびっちゃびちゃ。ちょっと合わなかったわ、やっぱり合わない。そう、シンクロ率が。でもね、これね、うん、みんな持ってってくれってさ、これは絶対奈々ちゃんが持ってかなきゃダメとか言ってさ。まあそうだね。いやだけど、え、もう これだけ。じゃあもう本当にあとね、うん、あと写真とかもあるよ。写真見たいな、でママの。これうがいした方がいい。これもう大丈夫大丈夫。あ、洗ったあるか、ちゃんと。ちょっと小町くん、ちょっと背中かいてくるらしく、かゆいんだよね。どこ真ん中。あ、そう今日お風呂入ってないんだよ私。なんで。もうだるくて眠くて、だから6時ぐらいまでここでうだうだしてたの。あ、そういうこと。そう、お風呂入るのもすごいだろくてね。あ、もっと上、もっと上。お、あ、もっと下、もっと下、もっと右、もっと右。あ、そう、そこそこ、ここだ。痛い。マッサージになってる。痛い、勝ってほしいんだよ。あ、だから肩凝ってるね。凝ってる。うん、
これ疲れてるわ。嘘、わかんの？わかるわかる。どう怒ってる？こうなんかね、精神的にちょっと来てるね。精神が出んの肩こり。そう、肩こりが。ちゅうか、下手くそマッサージ。マジイラッとする。マッサージさ、下手くそだとなんかイラッとしない？いやいや、今はあれだよ。ん？あ、チェックね。そう、チェックしただけだ。じゃあ肩もみのやつ。あ、じゃあ本気出していい？何を？本気の。どういうこと？あ、後ろからってやる。そう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 。ちょっと体勢があれだったから。はいはいはい。ね、はい、どうぞ。これどう？全然違うでしょ。あ、あ、ほら気持ちいい、痛い。ちょっと痛いけど。痛い。楽になる。力強いね。もうこの肘、肘がこうで。うん。そう。あーやばい。痛い。これね、TJ さんにもやってるこれ。いや、いや、だけどそんなやってないな。痛い、マジ痛い、ちょっと。あとね、肩ってね、うん、これね、あ、奈々ちゃん、前から映してほしいんだけど。前ね、はいはい。そう。肩って、もう、ここら辺から、もう肩なのよ。どういうこと？首からも肩なの。うん。だから、ここ、とかを。痛いの、どうとけゴリってなった。あ、そこも肩なんで、あ、ここも肩、ちょっと助けて、痛い。これ話でしょ、ほら、楽になったでしょ。あ、ほんとだー、ほら、あー、そうでしょ、スッてなった。そう、ここの血行を良くするといいんだよ。すごい、スッてなった。こっからも全部繋がってんの。あ、それほんとなんだ。そうそうそう。首ってどこなんだろう、私首がこんぐらいしかないよね、ほんとに。首がちょっと小町くんの首見せて、うん、ここ座って。首って合うの、みんな首は。まあ普通に、あ、あるね。うん、奈々ちゃんは、映して。うん、私の首、あ、でもあるね、こう見るとあるね、ほらね。ちょっと正面見て。うん、何、あ、正面見ると首がないかもしれない。あ、こうね、角度でこう伸ばすパーンってな。きゅ、もうこう。そうそう。ちょっと。分かんない。だから私やばいな。老けたな、やっぱり。老けた。じゃあこう人に撮られると老けるの感じ。ちょっといっぱい撮って、私のこと。いっぱい撮っていいの？でもこう外から撮ると。うん、気づかない自分の顔は。わかんねえ、老けた顔が。あの、見て。ん？どう。なんか疲れてるもんね、顔ね。なんか全体的に下がってるかもしんない。下がってるね、こうね、ブルドッグみたいな。うん、そう。マジか、わ、うん。あ、やっぱ張りがあるな。うん。張りがありますよね。だから、エステ行く？今かな？あ、でもあれか。行きたいと思います。お願いします、先生。ああ、やだ、気持ち悪い。あ、気持ちいい。気持ちいい。ぽいちょっとジョリジョリする。ちょっとジョリジョリするね。ちょ、今日ひげ剃ってないんで。うん、ちょっと待って、あ、苦しい。ちょっと鼻息ができなかった今。あー、いいっすね、小松先生。あー、いいね。なんなの、この絵図だ、この。小松先生、上手っすよ。いいね。てか、小松くんできるかも、マジで、エステ。ほんと？マッサージ上手ね。ガシガシって感じ。ガシガシ？ガシガシって。これ多分ね、今日の朝と変わってくると思うよ。ほんと？うん。あ、だから、あれだね、これ終わった後に一回あっちのさ、はい、あの、うん、ゲーミングチェア座ってあっちの角度で、あ、比べっこしてみよう。比べてみて。朝で誰かスクショ撮ってる人いたら、うん、奈々ちゃんに DM お願いします。先生上手よ。任して。うん、上手。ビフォーアフターでね。上手よ、こういう感じね。こういう感じね。どこ映ってるんだ。うん、じゃあ奈々ちゃん、暴れないでね。オッケー。うん、自撮り棒すごいとこにあるけどね。これ撮れてる？これね、
もうちょい下の方がいいかもしれない。下？うん、もうちょい下。これ？いや、もうちょいだね。おっとオッケー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 、いいね。ここ、うん、ここがいい。うん、そこが一番いいね。あ、でも小町くんめっちゃ気持ちいい、本当に気持ちいい。寝ちゃう？もっと追加しとくですね、ぬるぬるは。あ、もうちょい、ぬるぬる、ちょっとぬるぬる映っちゃうからね。ぬるぬるは映さないでね。うん、オッケーオッケー。こっち向けないでね。はい、先生上手よ。うん、じゃあマジで特技なのかも、これ、うん、小町くんの、うん、なんだこれ。え、なんかやってたマッサージとか。あれよね、あの野球部だったから、なんかよく先輩の、そう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 、先輩にマス練習の後マッサージしないとね、胸ぐらとか捕まるしとか。ああ、そういうあるんだね、上下関係みたいな。めちゃくちゃ厳しかったから。そういう上下関係あるよね。あるあるある。ああ、気持ちいい。いいね。ああ、いい。ああ、上手。ここね、ここ。ああ、いい。ほら、首が見えてきたでしょ？ちょっとずつ。どこに？ここに。本当に？うん。首ありますよね、皆さん。あ、まだないかもしんない。いや、ガチで気持ちいい。うん、まだないっすね。先生、ちょっと痒くなってきたんすけど。うん、あ、それ、効果出てる。なに、どこと効果出てる証拠だね。痒み、あ、血行が良くなってきたのか。あ、そう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 、そういうことね。うん、あ、でも今日化粧するかちょうどいいかも、交換音ね。そう、ちょっと手からした方がいいから、リセットして。そうそうそう、あ、めっちゃ、あ、これいいね。ちょっとすちょっと待って、こっちからの角度めっちゃ映したいんだけど。ちょっと、こういうこと？うん、そう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 。どんな風に映ってるか分かんないけど。笑いすぎじゃない？その角度めっちゃいい、めっちゃいい。俺ね、うん、そう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 、それがいい、それがいい。先生、うん、先生、ちょっと何？激しいんだけど。いや、ちょっと激しくなんないと。ああ、そういう風にね。そうそうそう、先生、そういう風にいいですよ。ちょっとね、小町先生、ここね、うん、ここちょっと痛いよ、ちょっとだけね。ここがね、あ、でも痛気持ちいい。痛気持ちいいでしょ。ここ脳の疲れ溜まりやすいから。あー、気持ちいいね。ここね。そこは何なの？ここは、あの、精神的な疲れ。疲れなんだ。そう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 。先生、鼻息すごいけど。うん、やっぱ疲れてきたね。疲れる？いやだよ、いいよいいよ、大丈夫。やっぱね、ビフォーアフター見たいから、こう一気に。やばー、小町くん下から見るとめっちゃキモい。うん、かわいい。マジ？逆に下から見たらイケメンに見えるんだけど。なんだろう。マジ？もう結構イケメンに見える。結構イケメン？下から見るって。こっちから見たらやばいよ。ちょっと、もう一回、ちょっと頼むわ。え、こっちから見たらどうなの？そう、もうちょい近く、もうちょい近く。うん、そうそう。なんでどう映ってんの？わかんないんだけど、どうなってんのこれ。そんなに笑う？いや、笑うよ、これ。そんなにひどい？そう。そんな？うん、そんなだよ。先生、これ、下だけやってるけど、上はないの？え、ここ？うん。あ、ここも、いっちゃって、あ、ここね、ここね、もうそろそろ上もやってくれれば。ここね、あんまね、いけないんだよね。なんでかっていうと、うん、ここ肉があんまないんだよ。ほら。あ、薄いってこと？そう、薄い薄い。だから、あんま意味ないんだよ、ここやっても。あ、そういうこと？そう、ここやるぐらいなら肉を、うん、上の方に持ってきた方がいいんだよ。うわぁ、ゴリって言った今。これはね、デトックス。これデトックスだね。うわぁ、気持ちいい、本当に気持ちいい。うん、さっきのね、アングルずっといける？どのアングル？さっきの。そう、これ好きだね。めちゃくちゃ好き。これそう、もうねえ、一人で同じなじみ。これ、そんなに？これ大好きだわ。どんな風になってんの？
なんかね、うん、なんだろう、これね、おもろいんだよな、なんかこうなんかね、こうアングルのブレもまたね、いいんだよね。あ、まおちゃんみたいな。あ、そうそうそう、もうなんか、躍動感が出てる。なんだっけ、あの、なんかあったよね、AKB かなんかね、まおちゃん、すごい、まおちゃん、すごいみたいな、あったよね。何それ。足バッとさしてさ。え、知らない？わかんないわかんない。生配信でなんかさ、アイドルみたいのが。はい、ええー。あ、あれね、新潟の、AKB のね。そう、パン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 先生、すっごい熱くなってきた。そうでしょ？血行やばいでしょ？やば。ほら、え、見て、赤くなってるのわかる？ちょっと。めっちゃ熱。わかる？赤くなってるの。顔がね、ありえないぐらい熱くなってきたんだけど。そうでしょ？これ先生、血行ですか？これ血行良くなってるっすね。血行良くなったの？これ。うん。先生。え、ローション苦手とかないよね？お？ローション肌に合わないとかない？いや、わかんない。これ、どっちなんだろう、血行なのか、合わないのか。一応、もう洗った方がいいかもしんない、これ。ちょっとね、マジで熱いね、顔。うん。大丈夫かな？なんか、ほてってるね。え、だけど、ほら。なんか、すっきりしてない？すっきりしてるよ。ね。ちょ、一回、洗ってきた方がいいかもしれない。先生もね、そっちで。あ、ちょっと待って、お湯出し方わかる？その。このままでいいんじゃないの？いい？先生。うまい。スッキリ。顔見てこれ。うん。ほら、俺よりちっちゃい。ほら。なんかクッてね、ここら辺がすごい上がってるね。うん。効果あんのかな、やっぱマッサージって。いや、あるよ。なんかこう、肩凝るみたいなのあるじゃん。顔が凝ってたりとかあるんだよ。な、ごめん。はい、ごめん。どういうこと？ごめん。なんか飲む？コーヒー飲みすぎで上ってなった。あ、わかるわかる。逆にね。あー、初めて見た。うん。100回するほどきついから100の苦しむかと思った。100回ぐらい打ってたの。今、え、なった？なってないよ。しゃっくりの馬、モノマネうまい。なるよね。今あれかと思った。あの千と千尋に出てくる、はあ、千尋、はあ、はあ、そっちじゃない。そっちなに、どっち？そっちだ、おデブちゃんの方でしょ。じゃあおデブちゃんは3つの石、3つの、3つのやつ、あのおっさんみたいの。そう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 、やめてよ、うん、首のね。やめてよ、首のやつ。顔なしじゃない、石が3つの。あれなんだっけ、あの石が3つのやつ。あれ名前なんだったっけ。名前あるの、あれ。名前ある。いや、某は、あ、そっか、みんな名前で縛られてんだもんね、あの人たち。そうそうそう、ね、いや、あの、こないだのね、ドラム缶風呂のやつも。ドラム缶ひどかったよね。ドラム缶、なんかもうなんか首がドザエモンみたいになってた。そう、首がなかったよ。体の一部になってたでしょ、ドラム缶。そうそうそう、ドラム缶がね。言い返したよ。ドラム缶から顔が生えてるみたいな。コマチクも人のこと言うけど、コマチクも、うん、結構だよ。どういうこと？結構やばいよ、コマチクも。どういうこと？俺もキモい。いや、キモくはないけど、うん、結構コマチクもやばい時あるよ。やばい時ある。言っちゃってる時。まあね、配信者みんなあるよね。そういうの、そういう時は。ある。うん。ムキになってきた。ムキになってないよ。嫌なのは私ね、綺麗に見せたいのよ。うん。あ、綺麗なとこみたいに見せたい。なんかショーみたいなやるもんね。何、ファッションショー？そう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 。うん。俺あれめっちゃ好きなんだよ。あ、そう？ファッションショー。やる？今度一緒に。いや、あれは絶対一人だよ。じゃあ今度配信者を集めて、うん、ファッションショーやりたいんだよ。うん、あ、そういうこと？あ、そういうのだったらね、ぜひ。やりたいけど。東京ガールズコレクションみたいなさ。うん。ツイキャスコレクションみたいな。
だけどさ、この間さ、うん、そのショーみたいなやる前にさ、うん、ガチャガチャうるさいとか言って配信来たの。ある。いや、あれ配信、いや、あれ配信切っちゃガチ、あれガチネタガチ、切るときはガチ、イライラしてんの。あー、切ってちょっと落ち着いてまたつけるの。あ、そういうこと。あ、ダメだってごめんなさい。まあでもそれもおもろいよね、人間らしくて。ネタじゃないの。ちょっと一回リセットすんだよ、こう切って。うんうん、そのままズルズルいくともうずっとイライラして暴言吐くかな。あー、ちょっと一回落ち着こうと思って。だよね、俺ね、絶対そういう時こそ絶対切らないんだよね。あ、イライラしてる時とか。そう、あんの、小町くんイライラする時。いや、あるある。コメントで聞くこともあるよみたいな。そういう時はもうとことん向き合うの。いや、なんか俺そこで切ったら、うん、それこそ思うツボだと思っちゃうね。今後も続いちゃうんだよ。あっちは切らせようとしてるから。あっちは切らせようとか、聞いた聞いたとか、ね、そう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 、　自分が配信を切らせたって思ってるから、そういう人邪魔みたいな。そう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 、自分のコメント。あー、でもそれあるかも。だからそういう人の、なんだろう、思惑通りになりたくないから、絶対逆に。あー、なるほど、ね、だから意地でも切んないみたいな。戦うんだ。そう、戦うまではね、もうする、ずっとする。だから切らせたくて言ってる人もいる。わざとそういうことする人いるもんね。そうそうそう、意地悪な人ね、うん、いるのよ、煽ってくる。昨日すごい祝電だったよ、ね、どの店舗行っても入った瞬間だよね。で、初めてのあのパン屋さんで祝電あんななったの。あのみんなね、いつも行ってるパリジェンヌさんで祝電あったのよ。だから俺らが歩いてるところとかさ、 Google マップでこうやって追ってんじゃない、ストリートビューとか。ピョンピョンかな。ピョンピョン、ピョンピョンか、ふがふがじゃない、うん。今のタイミングで言うと。ぴょんぴょんか、ふがふが。ダブルでやってもね、ぴょんぴょん、ふがふが、ぴょんぴょん、ふがふが、ぴょんぴょん、ふがふがってね。ずっとなってたもんね。ずるいもう、ずるいあんなんとか、ずるいって。ちょっと、ヨギマムの真似してよ、ヨギマムさんの。ギャーかー、ほんとにお前、何言ってんだよ、ほんとに、行きまげもさ。ずるいギャーかなー。なんちゃんばっかりずるい。うっへんよ、お前。なんで私もダメなの。なんで赤ひげ。私とね、遊んでよ。うっへんよ。うるさいとか言わないでよ。なんで赤ひげが祝言なんてすんのよ。私だっ てやってんもん。お前な、毎回こうやら家具の暴力、ほんとに。暴力なんかしてないもん。責任感が限りないから。責任感じてるもん。うっへんな、ほんと。うるさくないもん。なんか1万人一緒に会うっていう疑惑が限りないの。なんでそれって言うの。うっへん、だからもう、うさぎのね、何なの、赤ひん。言ってるわ。言ってるわ。うん。ヨギママ、ヨギママさんね。うん。小町くんの枠見てないって言うけど、見てるよね、めっちゃね。いや、ずっと見てるよ。いや、だから、奈々ちゃんの枠もめっちゃ見てるよ。でさ、しれっとさ、現れるよね。そう。いや、なんか、あれ何揉めてんのみたいなさ。そうそう、今来た、来ましたみたいな感じでさ。どうしたのみたいなさ、あるよね。あるあるある。ネットモードみたいな。あるあるある。あ、ごめん。もうやっぱ話しちゃうな。話しちゃう。なんで話しちゃうんだろう、こんなに。好きなの、好きなのかな。うん。いや、だけどさ、なんかさ、あれじゃない、嫌じゃないな、言葉の制限になるの。話したいときに話したくない？やっぱ話したくなっちゃうんだよ、ヨギママさんは。なんでだろう。でも、一回あったんだよね、昨日ね。三人でここで会おうみたいなね、うんうん、流れが、うん。あった。あって、ヨギママさんは、いいわよ、つってね。私は行かないわよ、ってね。結局行っちゃってね。そうね。で、今日も来ないのかな、誕生日会ね。去年来てたっけ、ひいちゃんの。毎回行ってるよ、ヨギママ。だ、そういうのにさ、参加しなくなってきちゃうとさ、うん、もう誰とも絡まなくなっちゃいそうだよね、そうなると。で、結構なんか集まりみたいに来てるイメージある、あったから。な、ヨギママは。そうそうそう。確かに。毎回いるもんね、どっかにね。そうそう。だからこういうコラボとか、ってよりかは、うん、どっちかというと集まりにいるみたいな、いるみたいな、ね、そう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 、いっぱいいる中のね、そうそうそう、
ね、だからそういうところにね、いなくなっちゃうのは来ればいいのにね。リアトツみたいな。リアトツ意地張ってないんだよね。てか絶縁とかではないんだよね。全然そう、何も変わってないよ私的に。うん、ただ昨日も言ったけど、うん、お友達からリスナーさんに格下げみたい。まあまあまあ。昨日電話で言ってたよね、うん、あの言い方がムカつくみたいなさ、私を何だと思ってんだよとか、あきゃひやん、いひゃんあきゃなくけはんいひんひゃんかんさんとか言って怒ってたよ。そこそこだけは絶対に譲れないみたいな。何なんだよリスナーってよって怒ってたよね。そうそうそう、そこだけはね。でもぶっちゃけ昔からリスナー扱いだったんだけど、なんつうの、うん、思えばね、うん、友達だけどみんななんかよく来てる、言う、なんかここの枠の目立つ人みたいな扱いだったの。うん、まあまあ確かに。その枠にいるじゃん、例えばぴょんぴょんちゃんみたいな。うん、うさぎ的な、うさぎ的な。俺の枠のうさぎ的な。そうそうそう、よく話題に出てきて、よく話になるリスナーさんみたいなスタンスだったんだよ。だからみんなが知ってるリスナーみたいな感じ。そうそう、有名人みたいなね。うん、なるほどね。火に油を注いでないから大丈夫かな。いや、逆に嬉しいと思うよね。うん、なんか頭痛くなってきちゃったの。え、嘘でしょ。楽しそうね。でも実はこのこと、そういうことなの。本当お母さんと息子みたいだよね。もうずっと入れるわここ。そう、ちょっと分かっちゃう、止まっちゃう人の気持ちが、まあ、全部揃ってるからね、配信の道具は。うん、すごいな。いや、ずっと言い過ぎたらダメ。ゆめきくんみたいになっちゃうから。なんで、こまちくん、こっから1ヶ月いるの？いや、絶対ダメ、絶対ダメ。ナイスやるの。いや、やんない、やんない、やんない。ゆめきくんみたいになっちゃうから。でも、私はいてほしいな、こまちくんに。いや、また。たまに来る感じがいいんじゃない？たまに会う、織姫と彦星みたいな。そう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 。たまにね、寂しいもん。ずっと言い過ぎたらそれはそれであれだから。そうかな。そうそうそう、たまに会うからいいのかな。そうだよ、なん確かに一緒にいたら喧嘩になるもんね。そう、喧嘩になる。会う人でもね、どんだけ仲いい人でも。ひでママさんとかでもあったでしょ。ひでママでもあるし、もうイライラしてたもん。あ、ずっと何のクソジジイとか思ってたもん。角刈りジジイとか。いや、多分奈々ちゃんは一人の時間がある程度ないと無理なんだよ。でもね、ひでママは結構分かってくれてたよね。奈々ちゃんそうすん、うん、眠いからって、うん、寝かしておきなさいとか。ただ勝手に誰かをこの家に呼ぶんだよね。ああ、それがダメだね。それがちょっと嫌だったの私。自分の家のようにって感じだった、うん、そう。なんで勝手に来てんのみたいな。うん、それちょっとギクシャクしたことあったね、この家でな。あー、もう配信外でも。配信外でも私ふーんってもうそのまま素通りしたりとかさ。でもやっぱり、でもひねママの方が大人だから、うん、こう何も言わずに、うん、でも可愛いんでこうパン買ってきたよ、ななちゃん一緒に食べましょうと思ってさ。うん、でそういう時もなんだよこの人みたいな思ってた。思ってた。早く出ててくんないかなと。いや、でも最後ね、お金稼ぐためにここ来たのにお金置いてったんだよね。だからそうだったのよ。そう、だからそれで話号泣しちゃって。いや、懐かしいよね。だからあの時に、うん、なんつうのかな、なんかすごいね、なんかそういうこと思って私がなんかどうしようもなくて、うん、ひねまま痛かったんだなってさ、なんか私が思い出したみたいで、うん、なんかすごい気持ちになってるね、あの時に。で、その後で亡くなっちゃったじゃん、うん、で、最後にひねままのね、一日店長があったのよ。あ、あったね。で、その時にうちに来る予定だったんだけど、うん、ひねままがそこでさ、へいへいくんと揉めちゃってね。あ、そうだ、あの、秋駒さんのお店でね。で、本当はうちに来る予定だったんだけど、
ひでママ気を使ってさ、炎上しちゃったかな、奈々ちゃんに迷惑かけるわって言いながら帰ってったんだよ、九州に。うん。あの時に、なんか、うちに来たかったんで、本当はさ。うん。でも私もそれを引き止めなかったんだよ、あの時ね。あ、九州に帰るって言った時に、ああ、そうですかみたいな。ちょっと軽くあしらっちゃったんで、私も巻き込まれたくないし、みたいな。うん。それがちょっと心残りでね、あの時ね。まあね。ちょっとなんか変わってたんじゃないかな、とかさ。うん。そうなんだよね。いや、でよね。そうね。なんかすっげえムカつとこあったんだけど、うん、いい人だったんだよ、めちゃくちゃね。まあそれも。カチンとこのクソ角刈りをついて思ってあったの。それはまたいい思い出だよね。その怒ったっていうのも。また一つの。そうなんだよ。すごいいい人だったよね。惜しかったな。そうそうそう。ほんと。ね、戻ってこないからね、亡くなった人はね。そうだよ。後から言ってもしょうがないって、その時に、やっぱりやってあげないとね、心残りになっちゃうかな。残された方はさ。だから俺、親とさ、たまに会ったりする時も、うん、絶対最後はありがとうって言おうと思ってた。そうだよ。そうそうそう、親とかも、ね。親とかもさ。最後ありがとう。ね、ひでママ亡くなった時はちょっとね、ショックだったね、ほんと。もう、どうしようもなくなったよね。そうだよね。ちょっとタバコ取っていい？これ取っていい？うん。本当になんかこう、闇の中にポツンって、わかるかな？うん。だって一番仲良かったでしょ？うん。なんか闇の中に閉じ込められたみたいな感じだったね、あの時ね。うん。でも、配信を続けなきゃと。うん。すごい時期だったよね、あの時ね、去年ね。確かに。でも多分、養分くんとかも仲良かったからさ、うん、ワンワンとか、そういう、しきちゃんとかさ、福岡行ってたもんね。結構いろんな人と仲良かったんだよ、みやびくんとかね、うん。ひでママって、交流関係が多いんだよ。なんか、ツイキャスもそうだし、ふわっちの人もね、多かったね。めちゃくちゃ大嫌いっていう人と大好きっていう人に分かれてるってすごいのよ。うん。ひでママはマジ無理っていう人とマジ大好きっていう人に分かれんのよ。ほんと。はっきりとした性格だからね。ひでママさんもはっきり言うからね、その時に。うん。でもね、旅行とかも行けたしね、ずーっと行こうっつっててさ、うん、九州の旅行も行ったし、そうなんだよね。苦手。いや、リスナーさんもいるんだよ、うん。あの、髪の毛引っ張られたリスナーさんとかもさ。え、マジ？おめえよ、何、生意気なたぞってんじゃねえよ、とか言ってさ。モノマネうまっ。奈々ちゃん、奈々ちゃん、うるさいんだよ。おめえ、何なんだよ、奈々ちゃんの。とか言ってさ、こうやってキャーッつってさ。やめてーみたいなさ。飲んでる席でね、うんうんうん、おめえ生意気なんだよとか言ってバーッとか言ってさ、キックしてた。そう、ほんとに、はっきりしてるよね、ひでママさん。じゃあね、リスナーさんも悪いんだよ、うん、どっちも悪いんだけど、手出したよりもひでママも悪いんだけど、リスナーもね、ひでママのこと嫌いなの分かんないけど、目の前で言うんだよ。私、ひでママさんとお話しき死に来たわけじゃないで、喋りかけないでくださいとか言うの。私、奈々ちゃんのこと好きなんで、みたいな。あ、そしたら、おめえよ、生意気なんだよ、この小娘とか言ってさ。それはね、わざわざ言わなくていい、ね。結構ね、多いんだよ、そういう。まあ、一部だけどね。でも、言いたいこともわかるよ。私に、うん、私と話したいとね。他の人とは話したくないっていうのさ。別に言わなくてもいいよ。そうなんだよ。嫌いなんだよ。うん。もう嫌いだから言っちゃうのだもん。まあ、別に思うのはしょうがないじゃん。本当に関係ない。で、ヨギママも一回あったんだよね。うん。ヨギママと外配信でコラボしてて、うん、
イヤトツに来た人がさ、うん、ヨギママのこと嫌いで、うん、なんだっけ、私いきなり何言うかなと思ったの、私ヨギママさんのこと嫌いなんでみたいな、えヨギマはぁみたいな、ふざけんなよ、うん、みたいになってさあったよね、やばいねみたいなさ、気まずみたいなそう、JBA 強いのよ、怖いな、怖いでしょ、ピリピリするよね。でもヨギママは大人になったのよ、ムカつくって言いながら、うん、こう影にフュッて行って、ああ、まあでもそうなるよね、私の対応終わるまでこうさ、うん、待っててくれて。いや確かに俺もなんか群馬でさ一緒にリアドツマチしたじゃん、うん、もう基本奈々ちゃんのことをずっと見てる感じやね。そうでしょ、そうそうね、こうなんだよみんなね、そう、結構こういうイメージある、わかる、ファンだからわかるんだけど、うん、失礼だよね、やっぱまあ言わなければいいんじゃない、そうなるのはしょうがないから。この間の大阪の時もそのワタキンくんに文句を言ったんです、なの、えおめえいつまで待たせてんだよってんで、外で列になってたの、うん、でもそれはもうしょうがないんでしょ、待たせる、しょうがない、しょうがない、一人一人対応してるから、いつまで待たせんだよおめえとか言って、文句言ったんだって、ああ、ワタキンくんは結構なんかそのクレーム対応みたいなのやってて、うん、頑張ってくれてたのにね。そうそうそう。で私が普段こういうところで言ってるような感じで言っちゃうんで、真似してね。ああ、だから配信者同士で言うのとさ、うん、リスナーが直接配信者に言うのはちょっと違い、うん、そう。配信者のノリでね、はい、うん。そんな気をつけてくださいみんな。うん、ね。そこはね。お互いに印象悪くなっちゃうもんね。うん、もうほんと一部だよ。まあまあ確かに。じゃあ1万人いたら、もう、5人ぐらいなんだよ。いや、大体そうだよね。みんなおとなしいんだけどね、他の人はね。ただ目立つじゃん、そういう。まあその一部がね。うん。逆に。そう、印象になっちゃうし。一部の引きが強い。そう、一部の。うさぎとかね。うさぎももともと奈々ちゃんのリスナーさんだからね。え違うっしょ。いや、奈々ちゃんのところだから DM とかいっぱい来てるでしょ。来てるけど。そうでしょ。もともと両方両方両方小町くんって言ってたよ。まあ両方じゃん。両方両方両方いろんなところ見てるの、石川さんとか。そうだよね。そうそうそう、にあのミーハーミーハーミーハーだよね。ライト勢みたいな。ライト勢っていうの、そうなの。そうそうそう。なすりつけとか言っちゃう。お互い、いや、奈々ちゃんだから、みたいな。え、小町くんじゃないみたいな。ぴょんぴょんなすりつけみたいな。そうそうそう。確かに、ぴょんぴょんなすりつけやるんだよ。ボンビーだな、ほんと。でも知ってる？あの、うさぎちゃんさ、うん、上野で私外配信してて、ずーっとついてきた。いや、そうなんだよ。ずっとね、なんかね、俺だからストーカーしてたとかじゃなくて、誰にでもやんだよね。そう、ずっ、多分配信者ってのが好きなんだよ。ありがとう。で、私ね、もう配信終わるねって上野さんってパチンコやってきますって言って配信があるんだよ、うん、パチンコ、ね、屋さんに入ったら隣で打ってたんだよ、うさぎちゃんが。しかもなんかこう、ウェットティッシュがずっと拭いてるでしょ。で、なんかこう、パチンコのハンドルあるじゃん、うん、そこに、なんかこうやってね、こういう風に握るんだよ。それこうやって打ってんだけど、落ち終わったらまた拭いて、うん、また握り直してまたこうやってで、またそれをずっと繰り返し、ずっと繰り返し、全然当たんないの全然当たんないのお金は多分持ってんだろうね、ちょっとふっかるだし。どうなんだろう、うん、リゼロやってたよ。リゼロ、いや多分ね、ゼロから始まる。ただ単に奈々ちゃんの近く座りたかっただけだと思う。いや、多分アニメ系が好きなんじゃない？あ、そうなのか。リゼロ選んだってことは。それしかやってなかったもん。だからちょっと距離感バグってんだよ。うん、ついてってもいいと思ってるし。で、そこにヒロミちゃんが現れたのにさ、ってね。え？リアと。あの、いつも。ヒロミさん、ヒロミさん。いつも投げてくださる方？そう。奈々ちゃんって言ってね、こうね。マダムみたいなの着てさ。うん。初めましてみたいな。
日のみですみたいな奈々ちゃんプレゼントみたいな、こんなさ、うん、手袋みたいな持ってきて、冬だったらちょっと寒かったから、うん、奈々ちゃん会うかしらみたいなさ、あ、じゃあリアルでも会ったことある？会ったことある、うん、ひろみですみたいな、ひろみですみたいな結構有名なね、リスナーさんだよね。そう、最近ね、有名、ずっと投げてくださった香川さんとかね。うん、小町くんとこの有名リスナーさんって何？ひろみ、いや、うさぎぐらいじゃん。うさぎぐらい、あんまりアカウント出しでこう、そうそう、俺のところは結構基本匿名だね。でも、一人が目立つような枠じゃないもんね、小町くんの枠ってね。そうそうそう、なんか全体でみんな小町くんをいじるみたいな感じだもんね。うん、ちょっとなんか私眠くなってきちゃった、ガチで。寝る？寝るか、夜もあるし。そうね、そろそろ。そうだね。だって小町くんはどうすんの？俺、東京向かって、うん、こっから、うん、すごいね、やっぱ若いね。5時からまた配信しようかな。ひーちゃん誕生日会だもんね。プレゼント買ったの？プレゼントはあ、そっか、言っちゃったらあれか。そうそうそう、でもそんなあれだけど、普通に甘岐阜一緒に行こうよ。一緒に行く？でも私準備があるんだよね、化粧したりと。小町くんは小町くん定時があるからな。外配信したいんでしょ、東京で。あ、でもそっちの方がいいかなと思って。うん、そう。そうしたいんだって、みんな。私も、だってメイクしたり、メンシポもやんなきゃいけないから、今日。そう、枠が2つになっちゃうからさ。って何？いや、でも、マジで、時間を忘れるね。忘れちゃうね。こんな感じで一生、多分喋れる。一生は無理かな。え？一生は。一生無理。お昼寝しないと。あ、まあね。私ね、急にね、でこの13時ぐらいで急にふわってなるんだよね。だから毎日多分その時間に寝てるから、そう、体が覚えてんだよ。もうね、無理なんだよ。うん。ルーティーンだから。ね。もう、スイッチが抜けちゃうんだよ。だから今日は、外行かなくてよかったね。うん、この感じ、ね。あ、逆にね。そうそう。また次、次は。うん。次はね。次はね、そうそうそう、この間は焼肉でしょ、ご飯し、え、うちに来て、だ逆に私は小町くん家に行けばいいんだよ今度。いや、俺んちはマジダメ。なんで？狭いから。しかも俺、多分奈々ちゃんもいいもーってなるよ。クローゼットにあれ隠してるでしょ、女を。隠してる、それヨギマさんが言ってた。ヨギマさんが言ってたね。女を隠してるんじゃないのとか言って。なわけないから、音がしたわよとかそうそうそう外の音なのにね。うん、まあいいわと。だ名古屋ね、だよ、部屋は絶対ダメ。で名古屋で遊びましょう、私が行った時に。そうそうそう、外でね。うん、それでいいんじゃない？うん、みんな優しかったわ、本当に。それは小町くんが面白いからよ。いやいや、面白くないけど、全然よかった。安心感あるね。優しかったわ。ちょっと怖かったんだよね。何が？やっぱり。食われちゃうかって。いや違う違う、これやっぱちょっと荒れちゃうんじゃないかなと。全然荒れなかったよね。ね、みんな優しかったわ。すごいよこれ。まあ、かきたつくんいないよね。かきたつくん、かきたつくんもね、めちゃくちゃいいキャラだよね。そうだね。そう、かきたつくんは絶対メガネ外しちゃダメってことは伝えたいね。メガネはダメね、ちゃんとしない。コンタクトダメ。メガネしてもイン、インして。そうだね。そう。イケメンぶっちゃダメよね。ダメダメダメ。イケメンだけど。たまに外すぐらいがいいな。ああ。そうそう。ギャップね。そうそうそう。全部を見せちゃダメ。あ、今日来るのか、かきたつくん。そうなの？うん。でも大体来んでね、山ちゃんとかも出すとかも。そうだよね。そこら辺ね。またコラボします。いいですか？よし、痛い、その痛いのやめて。ごめんごめん、ゴリ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 、うん、じゃあ終わりますよ、一回。はい、ありがとうございました。マシコは定時、うん、私はメンシペやるんで今日は。
ありがとうございました。にゃ、だってもう5時間43分やってるよ、奈々ちゃん。そうでしょ、マジだって喋ってるだけで、すごいね、雑談で持ったわ、素晴らしい、楽しかった、マジで。企画やんなくても雑談でこんな盛り上がるなんて。で、こっちもいいよね、なんかこう、ん？外行くとさ、これやれあれやれになっちゃうじゃん。そうだね。家で結局ゆっくり話せないからね、外で企画やるとね。そうなんかしなきゃってなっちゃうと。そうなのよ。小町くんの玉は見てないね。で、後で見るわ。配信外でね。その、かさぶただっけ？いや、だけどね、もうね、ちょっと治りかけてる。まだちょっと。今出さないね。あ、今出さない。危ない危ない。あ、お弁当は別に明日私食べるし。今？で、後で小町くんの枠で聞いて、この後の出来事を。うん、刑事放送で聞いてみんな。15時だもんね。うん。15時 ?15 時。あと2時間後じゃん。早くない？大丈夫なの？ちょうどいいと思うよ。神奈川からでしょ？あ、移動時間でってこと？え、ここ最寄りどこなの？駅。で、私はここで終わりますよ、みんな。今日、小町くん。ありがとうございました。共演ということで。小町くんありがとうね。ありがとう。楽しかった。俺もめっちゃ楽しかったわ。でも結局夜は会うしね、またね。そうよ。夜結局会うから。会うし。うん。一旦バラバラになっちゃうけど。うん。で、みんなまた夜、お互いの枠で会いましょう。ありがとうございました。たまちくんありがとう。ありがとう。おつじょり。じゃ、切りまーす。おつじょりです。おつじょりー。Ha ha ha ha!